はい、どうも、ワドツです。おはようございます。今日はですね、2017年、10月の4日、6時です。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。今回のとつまち、初見さんいらっしゃい。今回のとつまちはですね、心霊体験とか UFO に出会ったとか、神秘的な話とか、そういったジャンルのね、とつまちをやりたいと思います。もし、そういう神秘体験をしたことがある方はね、ぜひ、凸をかけてきてください。これいるのかな、本当に。幽霊がいるのかとか、UFO がいるのかとかさ、そういうの興味あるでしょ、みんな。カヌンさん、パフェありがとう。楽しんでってください。パフェありがとう。俺は子供の頃何回かあるのね、心霊体験とか。だから、俺は霊はいないんじゃないかなと思ってんだけど、宇宙人はいると思ってます。ジュース買ってきてもいい？コーヒー買ってきてもいいかな？コーヒー買ってくるわ。のんちゃん、ジュースいる？何いる？のんちゃん、ゴミ出してくれたの？ありがとう。気づかなかった、ごめんね。いい子。はい、ゴミちゃん。さて、ただいま。ただいまでーす。
いや、どんな怖い話来るかな、楽しみだね。最近突ねかかってくるからね。宇宙人に会った時の話を聞きたい。あのね、宇宙人に会ったんじゃなくて UFO を見たんだけど、あれなんて言ったらいいんだろう。一人でバスに乗ってたんですよ。で、青山の方に向かって行って、で、創価学会の本社があるじゃないですか。で、そのでっかい交差点を曲がったところに、ちょうどその創価学会の本社が見えるんだけど、でっ一回明らかにその創価学会の本社の上のところに円盤がもうバーンって、もうなかなかな大きさの円盤がバーンって乗ってて、で電車の中満席だったのよ。で俺一人でうわーって叫んじゃって みんな気づいてないのよ。おあーって、わーって言っちゃったら、え、何この人みたいになって、でパッて見て、なんで驚いてないんすかみたいな顔してパッて見たらいなくなってたんだよね。あれ何だったんだろう。マサイ族と揉めた時の話 ゆきさんいらっしゃい。マサイ族と揉めた時は大変だったね、本当にね。あれはいくつぐらいのとこ、いくつぐらいの時だったかな。すごい怒られたね。牛と、俺の牛の方が、可愛い。お前より可愛い。いや、俺の方が可愛いっていう話でね。朝まで揉めたね。結局、和道が可愛いってことになったんだけど。地元の田舎だと UFO 時々見るけどな。マジで？異星人が乗ってるとは言わないし、あくまで奇妙な動きをするだけの発光体。あ、でも UFO はそれでいいんだよ、定義的には。UFO の定義っていうのは未確認飛行物体だから、定義化されてない、なんだかわかんない飛行物体だったら、合ってるんだよ。それで宇宙人が乗ってなくても一応いいんだよ、未確認飛行物体。このコーヒーうまいんだよな、タリーズの。いや、めっちゃ怒られましたよ、マサイ族に。でもマサイ族とかあれビジネスでやってるらしいよね。なんかもう普通に着替えて、なんかじゃあ今から踊りやっからみたいな、なんかテレビ向けらしいよ。もう族に染まってるらしいよ。なんかお金くれとか、もうそんな感じなんだって。嫌だよね、なんか。なんか本当の原住民っているのかな？昔ながらの原人っぽい人っていうか。異星人だった頃の話をお願いします。あ、僕が異星人だった頃の話ですか？30億光年、離れた星に、僕は王子様で住んでたんですけど、ちょっとね、国の統治が嫌になって、もうすごいのよ、やっぱり。平民たちは。もっと税金を安くしてくれとか、もっとマリファナが吸いたいとか、もっとなんかこう、
緩和緩和な方向に持ってってくれって言って、もうやってられないわ、このままだとこの星は滅びるって言って、あの地球に逃げてきましたね、僕は。初見さんいらっしゃい。今は文明染まってタブレット持ってますね。まあだから勝てないよな、そういうのは。でもなんか面白かった話があって、原始人つうか、まあ人間の誕生ってあるじゃん、と現代人の知能ってそんなに変わらないんだって。教育とかその環境があるから文明人としてやっていってるだけで、原始人みたいなのがこの瞬間に生まれてちゃんと教育とか受けたら普通に現代人になるっぽいよ。その槍投げてた頃と比べても、それくらいの知能は持ってた。だから俺らは情報の蓄積の世界で住んでるから賢く見えるだけで、そんなに本当の賢さって変わんないんだよ。たまーになんかもう100年に1回とか大天才が生まれて、そいつが全部変えちゃうんだよ。アインシュタインみたいなやつが全部変えちゃうんだ。スティーブ・ジョブズとかさ。初見さん楽しんでってください。ネアンデルタール人滅んだけど脳の大きさは今よりでかい。まあ脳がね、でかければ知能も高いわけだからね。なんかその猿と人間の脳の違いって、この薄皮一枚なんだよね。前頭前野の。膜がその思考力を司ってるかどうかなんだよね。まあでも脳が大きいっていうのは基本的に IQ 高くなるはずだよね。まあ重要なのはシワの数だって言われてるけど、シワっていうかシナプスの数なんだけど。まあ脳がでかければシナプスの数でかくなるはずだから、理論的に言ったら。あと本読んでて面白いなと思ったのが、その、なんだっけ、福岡先生か。福岡伸一先生の本読んでて、時間の記憶ってあるじゃん。記憶って、昨日の記憶の方が鮮明で、こう、遠くの記憶になってくるなっていくほどおぼろげになってくって勝手に思い込んでるけど、全然違うらしいね。記憶は時系列の順番に並んでないんだって。それがすごい面白かったね。だから時間って実は人間体内時間ってめちゃくちゃらしい。伝達物質は鍛えられるんですか？ドーピングはできるんじゃないの？鍛えることもできるんじゃない？やっぱり。でも子供のうちの方が有利だと思うよ。だからそのトライすることとか新しいものとか新しい脳の回路をつなげるのに快感を覚えられるかどうかじゃん。鍛えられると思ってますね、僕は。ただ人間で一番怖いのは習慣じゃん。習慣とか環境を変えるって難しいから。年寄りは昔のことをよく覚えてる。そういうふうに思い込んでるじゃん。要は体感の記憶で恐怖とか嬉しい楽しい気持ちいいとかの情動記憶っていうんだけど、例えば交通事故に遭ってめちゃめちゃ痛い思いしたと、腕が取れたとか、こっちの記憶の方が昨日何食べたかとか1週間前何食べたかよりも10年間残るんだって、10年前の記憶だとしたら。で、なんでかっていうと生命の危機に関することだから忘れちゃいけない失敗なのよ。だから脳がそういうふうに判断をして強く残る。夢とかでうわーってうなされたりとか、そのなんかこう車交通事故の現場見ちゃうと動悸が止まらないとか。だからそのなんつうの、心に痛みを感じたり体に痛みを感じたり、逆に嬉しかったり気持ちよかったりすることって忘れづらいじゃん。鮮明に覚えてたりするじゃん、子供の頃の記憶でも。だからそれ情動記憶って言うんだけど、情動記憶の方が強く残る。だから記憶は時系列順に並んでないっていう。入手しやすくなるっていうか、このインターネットの革命って何かっていうとさ、外部記憶装置だよね、これ。脳みそを外部に置いて、要は暗記をする必要がなくなったっていうのが俺はすごい時代だと思うけどね。なんだっけな、その、新聞とか文字の情報量ってあるじゃん。で、昔の人が100年かかる情報、100年積み上げて石板とかさ、紙とかに書き起こしてきた情報量よりも、今の1分間とかの方が、確か100年分に値するんだよね。その世界で回ってる情報量、ツイッターのツイートとかも含めるの、あれも情報だから。だから今とんでもない情報社会になってんのよ。情報が乱立してて、いい情報と悪い情報、
もう何を選択すればいいかわからないっていうふうに庶民がなっちゃってる。だから情報格差っていうのはそこで生まれてくるんだ。どの情報を手に入れるかで人生が変わっちゃう。要は本当のことをね、知ってるかどうかじゃないじゃん。みんな自分が出会った情報を本物だと思い込んじゃうから。それが嘘かもしれないからね。そう。匂いは記憶に一番結びつきやすい。原始記憶の司っていうか、それ夢いすけさん本当。だから、そのアロマとか、宗教とかでもちゃんとお香焚いたりするじゃん。あれはね、その原始記憶を司だ、古い脳みそって匂いなんだって。ツイッターに似た、現在どうなってるかってサイトって他にありますか？わかんないな。サイトはあんま詳しくないからわかんないけど、俺はツイッターは面白いと思うよ。リアルタイムでこう、いろんな情報、エゴサーチができるっていうのは。なんかその、交通事故に遭った時に、エゴサーチしてどんな情報なのか検索してる女の人がいて、で、その使い方を覚えてから結構面白い。例えば、新宿で地震あったかな、今って思ったりとか、したら、新宿地震って検索すると、他の人もツイートしてたりするから、その共感を得やすいっつうか、その同じ境遇の人っているのかなっていうのをダイレクトに検索できる時代になったから面白いなと思ってるね。で、ツイッターはやっぱリアルタイム性が大きいじゃん。パッとつぶやけるから。アメリカ軍極秘 UFO 戦闘機 TR-3B アストラ YouTube、 これ本物ですかね。おはよう、おはようございます、ニムロズさん。俺はね、実は霊が見えてたんですよ、子供の頃で。霊体験いっぱいあるの、数えきれないほど。だけど霊はいないっていうのが俺の結論。要は霊は見たし体感してるじゃん。で、霊媒師の人とかが霊感強いって言われるの、体質的。でも俺の結論、俺が脳で考えた結論は霊はいない。要は俺の幻覚。これどういうふうに説明するかっていうと、霊はいないけど霊力はあるっていう説明。そう、人間の中に霊力は間違いなくあんのよ。ただ霊自体はいないっていうふうに考えてる。要は錯覚を引き起こしたりとか、その現実世界に記憶のバグとかは人間に起こす力はあると思ってる。そういう文献はたくさん見てんのね。だから霊はいない。だから、じゃあ霊がなんでいないのかっていうのを論理的にいろいろ説明できるの、論破できるの。霊はなんで服着てるのって話なのよ。じゃあ。でしょ？幽霊なんで服着てるのって話になってくるのよ。簡単に言っちゃえよ。記憶でしょ？霊って。情報じゃん。その時の状況で錯覚を引き起こすということですか？そう。まさに統合失調症とか薬物患者とかがまさにそれで、本人はさ、もう発狂してるわけよ。虫が湧いて出る、助けて助けてっつって、もうボリボリ書いたりするわけじゃん。でも周りから見たら、こいつ大丈夫かって、周りは見えてない。でも本人は間違いなく毛穴からアリが湧き出てギャーってやってるわけよ。本人からしたら怖いし、もし自分がそうなったら怖いでしょ。だから結局そういうことなんだよ。その薬物患者とか統合失調症とか、怖い怖いやめてって、虫がってこうやってやるじゃん。あれはマジで見えてんだから。本人からしたらリアルだよ。これが霊現象っていう。さあ、知らないですね。見間違いが多い。本人さえいらっしゃい。マルさんおはよう。アイテムありがとう。では霊力はなぜ死んじゃうの？要はその統合失調症状態っていうのを作れるっていうのを座禅をやってるから分かるのよ。例えば、自分の体から魂抜く体感とか俺はできるのね。何回も経験してるのよ。でも普通の人から見たら、何言ってんのこいつでしょ。だけど、脳の意識を外すことができるの。要は魂と肉体を外すことができるの。外すっていう錯覚なんだよ、これは。だけど、それ霊力じゃん。だから、もっと極めていくと、チベット仏教の奥義とかになると、その現実世界を書き換えることができるの。マトリックスみたいに。だから霊力はあると思ってる。ロビさんはどつ。脳科学者は霊は見えるという人を、まず、腫瘍があるか真っ先に疑う。ほう。俺はいると思うけど。おー。
なんで霊がいないかっつうと、じゃあ霊って何なのかっていうと、記憶のデータベースじゃん。それ以外に突き詰めるとそうなるの。おー、ロビさん、バーガーありがとう。楽しんでってね。またつ。記憶の集合体なのよ。で、それが、どうなるの？それが、ないでしょ。それが何なの？ その、俺らの中に、生きてる人間の中にそれがあるっていう、怨念とかはあると思うの。念はあると思ってんだよ。でも、それを霊って言って、外部の中に、その、物質がなくて記憶を担保するものがあるっていうのは、とても俺は思えない。そうじゃなくて、人間が持ってる不思議なパワーとか、不思議な、その、超能力だと思ってる、俺は。だから母親が言ってたんだよ。じいちゃんが死んだ日、枕元にじいちゃんが来たって。で、それなんでだと思うって相談されたんだけど、俺は言ったの。死んだから、大切な人が死んだから、その日一日中じいちゃんのこと考えてたでしょって。それは記憶が整理しようって、脳がバグるでしょって、夢に出てくるでしょって でしょ。じゃあなんで次の日出てこないんだって話になってくるから。気功はね、霊力とは違うんだよね。でも気功はあると思うよ。気功はもともと中国の始皇帝を外部から治癒する方法で生まれたのね。気功はあると思います。間違いなく。ただ科学的に証明できるのかっつったらできないよね。だからその脳の機能を使ってるんだよ。自然治癒力とかプラシボでしょ？プラセボ効果。プラセボ効果はわかる。わかるよね。大丈夫だよね。気功は霊力とは違うでしょ。関心があるんですよ、こういうことに。ももさんいらっしゃい。こういうことに関心があるだけですね。ゆうきさんありがとう。こういう話は尽きないから面白い。でもまた来ます。また来てね、ゆうきさん。虫の知らせは俺一回あったんだよ、それが。目の筋肉が痙攣したの、ここの眉間が。で、これね、いつからかな、27ぐらいの時にビク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 って動いたの。超気持ち悪いと思って、ピクピクピクってすっごい早く動くの、筋肉がプルプルプルって目の筋肉が痙攣すんのよ。うわ、なんだこれ、なんだこれと思って、で、なんだかわかんねえなと思ったけど、その日付だけは覚えちゃってたの。何だったんだろう、これって。じいちゃんが死んだ時間だったんだよね、後から聞いたら。だから、あると思うよ。なんか変な力が。だから霊力はあるっていうのはそういうことよ。だから、霊力って言わないで、俺は超感覚とか、超能力とか、超感覚とか言った方がいいと思う。要は思考以外の経験則とか、もっと原始的な。例えば鳥とかってさ、その GPS が体に内蔵してるようなもんじゃん。方角で帰省本能とかあるじゃん。でもそれを論理的に人間は説明しようとしても、人間の体内にそういう本能がないわけよ。例えば超音波が見えたりとかするコウモリとかがいたりとか、バレーニャワドツ。だからその人間の感覚器官以外のものを持ってる動物とかがいるから、だからそういうものが鋭い人っていうのは絶対生まれてくるはずなの。例えば男の人と女の人って見えてる色の量が違うのね。だから女の人って、その男はレッドって言っても、女の人の赤って色々あるじゃん。あれはもともと感覚器官が強いからなの、色彩の。ちなみに俺は女性よりも色彩感覚強いんだよ。
だから何とも言えないよね、そこは。その自分が持ってるのが常識だと思っちゃうから、普通の感覚っていうか。それ以上のパワーっていうのは俺はあると思ってる。だからドラゴンボールの木とか、ハンターハンターの念とか、スターウォーズのフォースとか、ああいうものを自然と受け入れちゃうっていうのは、人間にそういう力がもともとあるからだと思ってる。あ、陰陽師だと式神遊びって言ってさ、ポケモンとかみたいなのを脳内でやるのよ。式神って言って自分のモンスターを作って戦わせんの、脳内で。でもその人たちは見えてるわけよ。トレーニングしてるから、陰陽師の人は。でも傍から見たらただの、ねえ、病気の人でしょ。お前の式神強えなとか言ってんだよ。 何言ってんだこいつらでしょ。だから、ハンターハンターの念にそういう描写が出てくるけど、念能力者しか分かんない世界があるって。だからそういうもんだと思うよ。例えばその有名な気功の先生をサーモグラフィーかなんかでこう機械とかで測定したら、気を出してる時に明らかに遠赤外線が出てたりするのよ。なんだこれみたいな。なんで出てんのみたいな。なんで出てんのか分かんない。ただ出てるのは実際出てる。手の体温だけあったかくなったりね。まあ、のんちゃんはそうだけど。ルイコスタさん、風船ありがとう。初見さんいらっしゃい。夏休みに弟が車にひかれたとき、仕事に行ってる父親から電話がかかってきて、何かあったろうって、知らせですかね。知らせだね。完全に知らせだね。だお父さんは分かったんでしょう。なんだか分かんないけど嫌な予感がしたっていう。だ虫の知らせの類だよ、それは。だそういうなんか不思議な体験があったらみんな教えてよ。初見さんいらっしゃい。なんか電話かけてきてよ。何でも、些細なことでもいいから。みんなにシェアしてよ。だから俺これ、こんな不思議な体験したんすよっていう。今まで2回心霊体験ある。いや、だからそれを凸かけてきてよ。聞かせてよ。みんなで検証しようよ。YouTube から来てくれたの、ありがとう。よろしくお願いします。ワードです。よろしくです。ありがとう。YouTube もチャンネル登録ね、よろしくお願いします。ありがとう、来てくれて。今日は心霊凸マチをやってます。すごいね、竹千祖さんのお父さんの。なんか自分の実体験じゃなくてもいいよ。友達から聞いた話とかでもいいよ。一番怖かったあれだ、小学生の時コックリさんやってたら、母親に、友達の母親にめちゃめちゃ怒られたの。ですっげえ怒られて、なんで怒んのっつって、そしたらそのお母さんの卒業アルバム持ってきて、バッて見たら顔がなんか歪んでる。卒業写真が顔が歪んでる生徒が何人かいて、この写真見てごらんっつって、うわーっつって、なんで顔歪んでんのっつって、いや、この子たち死んじゃったんだよって。えっつって、なんでっつった、こっくりさんやったからだよって。やっちゃダメだよって言われた。超怖かったよ。こういうのは遊びでやったらダメだよって。いや、怖かったよ。顔がなんか歪んでんのよ、ちょっと。LINE でかけて。うん、LINE 待ってるよ。こっくりさんって低級霊を呼び寄せる。うん、そう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 。すげえ怖かった。もうなんかもうお母さんもプルプル震えながら話してたもん。本当にやったらダメって。あ、同級生死んじゃったからって。まあ、それがそのコックリさんのせいかどうかわかんないよ。そのお母さんが言ってるだけだから。来た来た。お名前どうぞ。あ、どうも、なんでバこんレーな、ニューと申します。バレーに久しぶり、元気？
お久しぶりです。元気してます？なんでこんなガサガサしてんの？音。あ、ガサガサしてる。ちょっと待ってくださいね、じゃあ。ガサガサ。もしもし。あ、オッケーオッケー。もしもし？大丈夫です。聞こえる？はいはい、聞こえてますよ。あ、音声良くなりました。あ、なりました？え、何？よかったバよかっレーニオた。は2回心霊体験あるっていうのは霊感がもともとあるってこと？俺はないの。ない。だから多分巻き込み事故みたいな感じ。あのね、俺がそのタイプなの。要は、あ、そうなんですそう、か。本人が霊感ないんだけど、霊感強い人といるとやたら巻き込まれて見えたりとか、そう、俺そのタイプだからわかる。じゃあ、なので、2個あるっていうの2個とも話してくれるの？そのうちの多分1個の方が多分インパクト強いと思うから、1個だけあ、話すじわ。ゃあ、インパクトない方から話すよ。インパクトない方から。ジャブジャブ。じゃあ、これは、俺がね、20歳ぐらいの時に、まあ、初めてのバイトの帰りだったんだけど、ほうほうほう。俺、その初のバイトって知り合いに誘われて入ったの。まあまあ、あるあるだよそうで、ね。その帰りに、こう、4、5人で帰ってたのよ。一緒の帰り道だったから。で、そしたら、こう、歩いて入ってたんだけど、そしたら、電信柱が一本見えてきてて、夜？夜。夜のね、もう11時、12時ぐらい。ほうほうほう。で、したら、その電信柱から、なんつったらいいのかな、なんか顔がね、ヒュって覗いたような気がしたの。ほお前、何あれってなって、他のやつらが気づいたのに、それ。う。なんだあれってなって、何がっつったら、それがまだじっとこっちを見てたの。ほうほう。ほう。ほう。顔がぼーっで、て俺浮もか見んえでんたの。の、それが。え、何そ要は、れ。電信柱の影から、こうやって顔が覗いてたの。うわ、怖怖怖怖怖。え、要はこういうことでしょ。要はなんかこう、隙間から覗いてるみたいな顔が ぼやーっと。怖、何それ。え、それど、で、ちょっと行くの怖くねってなったの。まあ、なるわな。いや、でも大丈夫だろってなって、まあ、気づかないふりしたら大丈夫だよってなしになって、そのまま歩いてったら、その電信柱をすり抜けてったら誰もいなかった。うわー、怖いじゃん。なかなか怖いじゃん。ちょっと待って、怖くなかないなか方怖いでしで、ょ。結構怖かったんだけど。こいや、れ嫌でだまだね。まだインパクトない方だから。ほうほうほう。それが1個目の体験なんだ。これが1個目の体験。え、その後別になんかなかったんでしょ？何もなかった。何もなかったんだけど、その中で一人霊感があるやつがやっぱいて、なんつったらいいんだろうな。1週間、2週間体調悪いみたいな感じにはなってたね。そいつだけダメージ受けてたんだ。3日だけダメージ受けてた。人柱だ。だから多分全部もらっちゃったんじゃない？ああ、でも霊感強い人ってそうだよね。要はもらいやすい人だよね、結構。俺も霊感めちゃめちゃ強いやつがいて、それ後で話すわ、じゃあ。あ、わかそりいつのました。話めちゃめちゃ面白いんだよ。じゃあ、本ちゃんの話お願いします。みっちゃんの話、これね、俺が小学校の、臨海学校？臨海学校か。臨海学校だっけ。そう、臨海学校で、山のね、あれ、なんつったらいいんだろう、コテージっつったらいいのかな？なんとなくわかるよ。に、でっかいやつね。まあ、学校ごとに、ご泊こう、まれ登るような山ね。しながら、こう、泊まって、みたいな感じになったの。で、まあ、俺らが宿泊してる近くに、なんかね、体育館ぐらい、学校にある体育館ぐらいの、なんかね、多分、なんつったらいいんだろうな、でっかい建物があったのよ。公民館とかじゃなくて？公民館じゃなくて、本当にだだっ広い、ただなんもない体育館みたいな。体育館だぜ。体育館じゃないの？それ体育館でしょ？体育館だったのか逆な？にそまあ、れが何そなういうのか建気に物ながあっるわ。て。体育館以外にあんの？それ。で、まあ、なんつったらいいの？要は、そこはっきりしようよ。俺もよくわかんねえな。だから要は学校何人ぐらいで泊まるの？いや、それが気になるわ、なんか。何？い体や、育もう館み一たいクな。ラス。一一クラクラスっていうか、一学年でしだっょ？ただかからな？100人ぐらい泊まるんでしょ？
そうだね。だから要はそういう公共の施設な、そういう民間うん。の、その林間学校を受け入れるみたいな。それ体育館でしょ？うん。体育体育館、館だったのか体育な。館でしょ？逆に何なの？うん。わかんない。体育館の。いや、そこは体育 館にうん。しないとなんか嫌だよ。まあまあまあ、じゃあいいや、うん。じ体育ゃあ館っ体育ていうこと館、にしとい体育て、館じとゃいうことでね。あ。ううん。うん。ん。よし、次行けるわ。で、まあ、そこに まあ、全生徒集合して、その先生が、じゃあ明日の予定が登校こうで、だから、じゃあ何時までに起床してくださいみたいな感じで話があったのね。まあまあまあ、そう、アナウンスのうん。ね、スケジュールの。そうそうそう。で、その話が終わって、俺と仲の良かった6人ぐらいで、まあ夜だべってて、で、結構雰囲気あるとこだったから、ちょっと肝試しやろうぜって話になったの。おお、いいじゃん、いいじゃん。で、あんまり遠くに行くと迷う可能性あるから、そのコテージからさっきの体育館までの道で、こうぐるっと一周して、なる、体育館をここに回るの。戻ってこようぜ、みたいな。そうそうなそるほど、なるほど。で、戻ってくると。う。うん。それ一人で戻っ行くての？こようぜ。そう、一人一人で行ったの。うわ、怖いじゃめちゃくちゃ怖かったの。ん。で、最後に、で、まあ6人目が終わって、まあ結局何もなかったねって話になって、ほう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 。で、その体育館のドアっていうのが、木のドアに、小窓が、こう、何個かついてるタイプの、で、その小窓から中が見えるタイプだったの。古いタイプね。そう、古いタイプ。古いで、ね。わかるわかる。これさ、中に誰かいるか見てみようぜって、一人が言い出したの。あかんて。それはダメ だで、よ。いや、まあでも何もなかったからな、つって、要するに何もねえだろ、つってみんなで行ったの。で、みんなで行って、こう中をさ、こう覗き込むように、その小窓からね、小窓から中を覗き込むように見せたの。で、鍵閉まったの。鍵閉で、まっ、入れねえかちょ、ちょ、な、ちょ、つって、そう、鍵が閉まってたの、その時。閉まっもうて夜たの？中だったから。びっくりした。今、だって鍵閉まったのって言うから、その瞬間 鍵がいや、ね、閉まってた閉なまっらてわたかの。るけど、閉まっそうそたう、のっ閉てまっ言うてから、たの。急に閉められたのかなと思って。ごめんななさい、んごでめんしなょさい。で、鍵閉まってるから中入れないねって話になってて、こうずっと覗き込んでたら、その体育館の中薄暗いんだけど、中はうっすら見えてたの。なんで見えたの？月明かりみたいな。まあ、そう、月明かり街と、灯ちょっととね、か。街灯が何個かあったから、その明かりで、うわ、その中怖いが怖い怖うっい。すら見えてたの。で、そしたら、鍵かかって中入れないのに、中に誰かいるのよ。一人。んで、何あれってなって、一人が気づいたの。で、俺が最初気づかなかったのよ。で、あれ誰かいるって一人が言ったら、どこどこどこっつったら、いや、目の前にいるじゃんっつったら、俺も見えたの、その人が。何目の前って。どの距離感？ちょっと待って待って待って。遠くならいいけど、結構近い感じうん。の。結構近いの。どれくらいよ。何それ。だからもうほんと数メーターぐらい。結構近いな。ドア挟んで数メーターぐらいのとこ目にいのたの。前じゃん。で、それがうつむいた感じでとぼとぼ歩いてたの中を。貞子みたいな。貞子のこう、うつむいそうて。そうそう、貞子みたいな感じでとぼとぼとぼって中を歩いてたの、ゆっくり。で、どんな見た目なの？なんか作業服みたいな感じだったかな。男の人？法径上の、法径上？要は蜂とかさ、育ててる人のさ、こう、作業服ってあるじゃん。農家の人みたいな。ああいう感じの服着てて、うつむいてる感じで、とぼ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 ってあるその。で、いやー、誰かいるって叫んだのね、一人が。したら、歩いてたのが止まったの。で、そしたら、すごい勢いでこっちに走ってきたの。で、うわーってなって、みんな窓から離れるじゃん。で、そしたら、普通、こう、誰かいたら、こう、ダーッと走ってきて、まあ、ドア開けるなりして、何やってんだって怒られるんだったらまだいいんだけど、何もなかった。どういうこと？要は、何もアクションがなかったの。ドア開くでもなし、こう、走ってきて、え？
走ってきたんだよ。バーって走ってきたの、こっちに。で、みんながびっくりして、ドアから離れたの。離れた。でも何もないと、リアクションが。で、なんもなかったの。え、なん、な、え?って思って。誰も出てくるでもなし、ドアが開くでもなし。え?って思って、もう一回覗いたら、その中にいた人がいなくなってたの。何それ？何それ？何それでしょ?でもね、話聞いてると何それってなるんだけ何？ど、俺それ以来、それすげえもうトラウマになってるみたいで、自分の中で。怖いわな。だからガラス越しに覗けないの。その店内とか。じゃあ、漫画喫茶で働けないじゃん。そうなの。漫画喫茶は今、全部、小窓がついてるから、でしそうょ？なんだよ。漫画喫茶なんて小窓だらけだから、そのフードお持ちしましたって覗けないじゃ違う違う、だからその部ん。屋が明るければいいの。薄暗くて、小窓があると、薄暗くて、小窓があると、俺もそっからもう中のこと覗けないの、怖くて。まあまあ怖いわな。それ、なんだったの結局。なんだかわかんないの？わかんないの。一番目の方が怖かったんだけど。あ、本当?でも体験的には2番目のが俺すげえ怖かった。なんか、養鶏場なのか、法鶏場なのか、体育館なのか、体育館じゃないのかもわかんないし。いや、正直一番目の方がなんか怖かった。だけど あ、本当に。ただ最後のおかしいちょっと小窓が怖いっていうのは面白かったけどね。な。あ、本当に。あ、そういう。あ、本当にね。そうね。何なんだろうね、そういうのって。いや、わかんないんだよね。だ、本当に誰かがいて、俺たちをただ驚かしてただけなのか、だってまあ、ガチ、そういうさ、学校の施設だったら、まさにピンポイントでその服装は合ってるわけじゃん。警備員じゃないけど、その施設そうの。なんだよね。それで驚かしてるだったらね、全然納得いくけど。そう。そうなんだよね。いまだに我はわかんねえんだけど、それがマジで怖かったただ、伝わってないけど、こっち側にはあんまり。あ、本当あに?んまり伝わっおてかないわ。しいね。ほら、ちゃんと耳腐ってじ話ゃねえしか上げな、て。みんもう、伝える力が弱くて。な。あ、こっちの問題?そっち側の問題あ、の、本当に。そう。あ、いいん本だ当。よ。もおう、わかかっした。いね。ちょっと俺が悪かった。こういう時は、話を3倍ぐらい盛るのよ。それそうが、だね。生主のコツなの。体育館じゃなくて、そうだ神社ね。とか言っちゃうの。もう、ああ、なるほどどね。んどんやっていくの。で、お墓があって、とか。もう地蔵があってとか、もうどんどんもう脚色していいから、それ覚えといて今度。あ、なるほどね。わかっそた。う。そう。で、もう、覚えとくわ。ドアバーンって開いて、とか、もうどんどん持っていいから、もあ、モリモリでいいのう。ね。もりもりっていうのがもう全部嘘でいいから。あ、全部嘘 でいいの?全部嘘でいいの。ああ、なるほどね。そあ、そういうこう。と。全部、楽しかったら全部嘘でいいから。なるほどね。わかった。じゃあ今度、なんか考えとくわ。ありがとうね、バレーリオ。いえ、とんでもない。楽しんおでっ邪て魔くだしまさい。した。あはい、バレーニオでした。ありがとう。りがとうございました。いいっす。体育館だと思うんだけどな。絶対体育館でしょ。体育館以外なんかある？体育館っぽい体育館でしょ。あ、でも1個目怖かったな。あ、それで思い出したんだけど、まあ、凸、全然かけてきてくださいね。霊体験がある人は。じゃんじゃん募集してますので、怖い話、しょうもないのでも構いませんから。で、俺のお友達に、フィリピン人のハーフだかフィリピン人だか忘れたんだけど、超イケメンのフィリピン人の男の子がいて、で、そいつ霊感めちゃめちゃ強いのよ。で、友達の霊媒師の人に見てもらったの。そのフィリピン人の友達。そしたら、水子が3体、大人の霊が4体、猫の霊が2体ついてます。猫ってなるわけじゃん、俺らは。
まあ、水子の霊3体、大人の霊、女性の霊が4体。ここまでわかるんだよ。猫の霊が3体ついてます。はて猫って俺らはなったんだよ。ちょっともう笑いそうになったんだけど、猫ってなんだよと思ったら、その R っていう友達が、あーって言うのよ。猫みたいな。で、何お前心当たりあんのって言ったら、あるよ。フィリピンにいた時に、猫を2匹殺したんだよって。あ、本当なんだと思って。この人本物だよつって。何々の、柄は何つったら、何々つったら、その猫だよって。俺猫殺したんだよつって。それもなんで猫殺したのかっていうと、そのフィリピン、その猫をいじめて殺したわけじゃなくて、そいつすっげえ優しいやつで、車で猫が、野良猫が引かれちゃったのよ。で、内臓飛び出してて、にゃーにゃーって泣いてて、でももうフィリピンだから医者ね、獣医さんとかもいるわけじゃないでしょ。で、かわいそうかわいそうってなって、石を落として自分で殺してあげたんだって。そのもうどうしようもできない、ごめんねって、君死んじゃうからせめて楽にしてあげるって。で、その時の猫がって言ってた。初見さん、おはようございます。うん。あー、無心な状態ね。あのね、これ俺見えてた時の説明でよくするんだけど、これね、見える人は正解だよ、和道っていうの。あ、フォローありがとう。見える人、みんなさ、その、さっきみたいなぼやーっと見えるとか、そういう感じだと思うでしょ。俺、昼間とかに見えてて、あれ？なんであんなとこに人がいんの？うわっ！みたいな。電柱の線に引っかかって、なんでこんなとこいんの？みたいな。その、びっくりする感じが多かった、俺は。例えば、その、誰？みたいな。そしたら、何言ってんの？みたいな。あ、誰もいないわ、みたいな。あと一番怖かったのが、俺が16歳の時にスナックで一人でボーイをやってたの。で、ボーイだから一番一人で回す店だったのね。小さいお店なんだけど、20人、30人ぐらい女の子働いてるスナックみたいなところで、で、結構流行ってるんだけど、なんかこう、おばちゃんとかが働いてるお店で、で、一人で出勤するの、夕方、掃除機かけて、こうバーって掃除して、カウンター拭いてって。で、そしたらカランカラーンってお店のベルが鳴るから、もう目の前なのよ。ほんと、俺のそこの玄関ぐらいの距離なんだけど、まあ掃除してたりするから、あ、おはようとか、おはようございますって言うと、まあおはようとか返してくれるんだけど、まあ大体、早く来るメンバーって決まってんのよ。一人二人とか。30人来るのよ。本当に流行ってる店なの、そこ。で、その、カランカラーンって、おはようございますって言っても、誰だかわかんない人が通ったのよ。挨拶なく、あ、誰だろうみたいな。髪長えなと。あれ誰だったかなと思って。で、まあ、5分ぐらいまた拭いたりとか、グラス昨日の洗ったりとかして、で、カランカランって言ったら、ミキさんっていうお姉さんが来て、あ、ミキさんおはようございますって言って、あ、おはよう、和田くんって言って、じゃあ着替えるねって言って、ロッカー行って、バーってやってたら、ミキさんが座るのよ。で、ドリンクなんかゴゴティーちょうだいみたいな、あ、わかりましたって言ってゴゴティー出して、あれ誰かいませんでした、先にミキさんの前に来てるはずなんですけど、つったら、ミキさんが、あって言うのよ。あって言うの。あって言うから、え、なんすかあってって。いや、先に来てるはずなんですけど、つったら、ここのボーイがなんで入れ替わり激しいか知らなかったんだって言われて。ここ有名だよって言われた。何のことっすかつったら、見えるんだよ。つって。怖っと思って。で、それはそれで、なんか変なことあったのよ。その忙しい時とか、その、なんか、あれこんな人いたっけみたいな、客が見えたりとか、あ、ほっとこうと思ったらいなくなってたりとか、伝票つけてるからわかるわけじゃん。あれみたいな。で、一番怖かったのは、その店がカウンターがあって、そこにカウンターテーブルがこう、ロンジュやんだけど、氷のボックスとか、厨房の中に、こう、いろいろあるのよ。レジがあったりとか、氷のボックスとか、そこに隙間があるのよ。やっぱ冷蔵庫とかの間に。狭い店なんだけど。そこ、氷ガラガラって開けたら、こうやって入ってたことあって、女の顔の人が。営業中にギャーって言ったの、俺。超、心臓止まるかと思うよ。冷蔵庫の隙間にこうやって顔が覗いてんの、女の人が。あれで俺やめた。うん。超怖かった。生首。うん。もう有名なの、その店。だけど、あの、水商売においては、その霊が出入りするところは、水商売的にはいいっていうジンクスがあるの。
なんでかっていうと、その水場によるっていうのと、あと人が賑わってるところに霊が寄りやすいっていうジンクスがあって、あの霊が出る店っていうのは流行るって言われてるの。それは怖かったね、うん、おはようございます、楽しんでってください。おはよう。やばいよね、あれは心臓止まるかと思うよ、うん、作ってないです、うん、作ってない。自分もファミレスでバイトしてた時、4人くらいの客だったから水4つ持っていったら客に1つ多いよって言われた時はビビった。あーやだね、それやだね。あー、この前電車に乗ってる時疲れ切ってぼーっと外を眺めていたら線路に黒い人影が2人立ってました。あー、なんだろうね、よく言うよね、そう黒くぼやっと見えるって言うよね。あー、いや霊感あるとは違うのよ。だからその霊だから、ロアコさんがすごい、和道さんは霊感強いよとか、のんちゃんも言うのよ、和道さんの部屋やばいよって。もうみんな言うのよ、その霊感あるっていう人はその和道はやばいっていう。でも俺自身自覚がないのね。だから親父がいた時は、子供母子家庭、途中から母子家庭になるんだけど、親父がいた時は普通に見えてたの俺。だから見えるのが当たり前だと思ってて、小学2年生の時離婚してからパタッと亡くなったから、あれ何だったんだろうつって話したら、あ、お前見えてたんだみたいな。事故物件とはちょっと違うんだよね。いやだから昔は魂とか普通に見えたのよ。フォローありがとう、みんな普通に見えたの。だから霊か霊じゃないか分かんなかったの、子供の頃は。だからね、あの映画のシックスセンスを作った人は本物って話があるらしいよね。だからあのその見えてる人の映画っていうか。だから俺もだから女の子、その霊感超強い女の子がいて、その子も霊感本人が強いって自覚がなかったんだけど、霊体験が多すぎるのよ。なんか2人でデートしてるとふわーっとなんか狐の石像みたいなのが話しかけてくんの、ぼやっと。もう、うん、現実世界がぼやっとなくなって狐のお稲荷さんっていうのかな、狐なんか神社とかに狐の石像みたいなのあるでしょ。そいつがなんか人間じゃない言葉でずっと俺に話しかけてくんの。で、おい、和道、和道みたいな、その彼女に、ああ、っつって、なんだろうっつって。で、なんかお前石像知ってるっつって、何の話っつって。いや、今、石像に話しかけられたんだっつって。で、わかんないわっつって。で、その女が家族に電話して、おい、そうそう、和道つ。魂はね、虹色だった俺は。オーラ、オーブっていうか、その、なんとも表現し難いんだけど、あ、もう事故に遭ってから見えるようになったんだ。で、その、聞いたら、あ、あんた子供の時いたずらしてたよって、石像、その狐壊してって言ってたことはあった。うん。霊感のある知り合いから聞いたことがあるんだけど、人にかぶさるようにモヤみたいなものは生き霊の類で、白いモヤだと守護霊を意味して、黒いモヤだと悪霊の類。はあ、中央公園の中にある神社も声かけてくる。あー、わかんない、俺は経験ないわ。うん、あそこでしょ、そこの近所、あそこ有名なの、心霊スポットで。あ、そうなんだ。あ、神社の狐あるんだ。昔は土葬だったから、リンが燃えてるのが見えたみたい。ああ、なるほど、なるほど。体から出てくるリンか。うん。何なんだろうね。だから、霊を信じてるっていうわけじゃなくて、霊はいないと思ってんのよ。論理的に考えて。そんないないだろうって。ただ、その、なんかそういう体験が多いし、エクソシストみたいに、そのさっきのフィリピン人、その首が曲がって、うーって言って呪われたところも見てるから、もうすごかったのよ。みんなでバチンバチンビン出して、おい正気保てっつって水ぶっかけても何にも治んなくて。ああいうの見るとね、あ、霊体験はあるのかなとか思ったりするよね。私も寝てるときは具合悪かったり空気悪かったりすると、未浄カレー見えたり金縛りにあったりよくする。へー、あー、
だからなんか心理的なもんじゃないのかなとか、統合失調症的なもんじゃないのかなと思って俺は片付けてるけど、何なんだろうな。ちょっとよくわかんないよね。あとほら、パラレルワールドじゃないけどさ、俺の場合、ケンちゃんの話もあるじゃん。ケンちゃんが何だったのかっていう。だから子供の頃から不思議な体験多いんだよね。でも、霊能力者はいると思うよ、本物は。霊はいないかもしんないけど、霊能力者はいると思う。本物の。やべえやつは。そういう感覚が鋭いやつっていうかさ。か地元にもいたんだよ、有名な霊能力者が、同級生に。噂になってて。で、その友達が同級生だったの、離れた中学だったんだけど、あ、本物らしいね。学校行ってなかったけど。一回見てもらったことあるけど、もう霊能力とかいう次元じゃなくて、神の子って呼ばれてて、その未来が見えるんだって、その子は。予言ができるんだって。パラレルワールドって異世界っていうか、その不思議な体験をしたことがあるんですよ。そうそうそう、脳が作った幻覚とかなんじゃないのかなとか思ってる、俺は。移動中にイヤホンして音楽聴いてるのに、後ろから名前で呼ばれたんです。生き霊なのでしょうか。後ろ見ても誰もいませんでした。何なんだろうね。そうそう、幻覚を見たりとか幻聴を聞くのを統合失調症っていう病名なんですよ。だから幻覚幻聴を聞く人の総称ですね、病名で言うと。昔さ、ヌーベイ怖くなかった？俺ヌーベイ初期の方が好きだったんだよね。赤いちゃんちゃんことかエースとかめちゃめちゃ怖かったんだけど、子供ながらに。なんであの路線じゃなくてバトル漫画路線になったのか、俺未だに納得できねえんだよな。昔怖かったんだよ。ヌーベイ怖かったよね。昔の絵柄も怖かったし。初期のヌーベイは怖かったよ。まず鬼の手が怖かった。鬼の手かっこいいじゃん。鬼の手は最高にかっこいいじゃん。ねえ、ビビったよね。赤いちゃんちゃんことかね。絵が超怖い。見開き。シュレディンガーの猫は、だってあれは、なんつうの、怖い話とかではないじゃん。シュレディンガーの猫は数学上の、その確率の矛盾みたいな。実際に起こってはいないんだけど、数学上こういうことが起こってしまいますよっていう話じゃん、あれは。シュレディンガーの猫は知ってますよ。ペケペケにいきなり殴られたんですよと警備員に伝えたら、お前統合失調症だろうとよく言われる。はあ。ヌーベ怖かったよね。昔のヌーベめちゃめちゃ怖かったの。初期の5巻から7巻、5巻ぐらいまで怖かったんだよね。鏡の話とかさ。いきなり車にぶつけられました。お前統合失調症だろうもよく言われる。はあ。難しいよな、その辺は。誰かいないですか？霊体験とか UFO とか不思議な話とか、ちょっと奇妙な話持ってる人。昔住んでたところは工業地帯でよく光化学スモッグが発生してた。ほうほう。その影響なのか、チャリこいでる時に頭がぼーっとして電柱にぶつかったまま潰れるくらい痛い思いした。あ、それ光化学スモッグだろうね。ファティマの奇跡は集団、心霊現象とも集団ヒステリック。ああ、まあまあ、そうだよね。ああいうのは俺怒ると思うの、ファティマとかは。ちょっとエロかったよね、ヌーベイは。初期の頃の方が好きだったわ、俺は。あと、枕返しとかも面白かったんだけどな、設定が。仕事中ずっと私の悪口言ってるんですよ。お前統合失調症だろう。何でも使えそう。
UFO を見た人とかいないの？この中に。175人いて霊体験してる人いないの？あんまり。トツかけてきてよ。みんなでシェアしようよ。すげえ怖い話とか聞きたいよね。タバコはね、アメリカンスピリットのメンソールライトっていうやつだね。これですね。アメスピのメンソールライト。UFO 経験聞いたことないよ、周りにも。俺はだから一回あるんだよね。その創価学会の本部の上にで、ブオーンって浮かんでて、うわーって、もうマジでバスの中で、うわーって叫んだら、ポカーンみたいな顔されて、乗客ほぼ満席だったのに、何こいつみたいな、何叫んでんのみたいな、あれあれあれって言ったらいなかったんだよ、うん、あ、その話聞きたい。トミーさん、トツかけてくんない？ナオトミーさん、あのね、幽体離脱とか前世まで行った人の話何回か聞いたことあるんだけど、面白いんだよね。前世はあるよっていうの、そういう人って。臨死体験とかした人って。水晶とかガラスのドクロが発見されたけど、どうも。あれはだって、あの、もう判例が出てるじゃん。その、工具で明らかに、あの、クリスタルスカルのことでしょ。クリスタルスカルはもう、判例がで、は、なんつうの、これ嘘だっていうのもうバレてるよ。うん、もう作れないじゃなくて、その、ダイヤモンドで加工してる跡が出てきちゃった。未確認飛行物体ということなら、ど田舎の夜空を見てたらあるんじゃないかな。でもね、結構その UFO は聞くよ。なんか、あ、ていうか俺放送中に何回もあるじゃん。あの青い光なんだったの？都庁の放送中に映ってたじゃん、青い光。あれもよく分かんなかったしね。俺結構俺の放送よくあるんだよね。うん、夜中の3時4時か。まあまあ、やってる可能性はあるからな。やってる可能性はあるから。霊感ありすぎ、俺は自覚ないんだけどね、あんまり。自分は一人でもあるし、他人の人と一緒に見たことも何度かある。あ、じゃあ強いのかな。あれ不思議だったよね。何だったんだろう、あの青い光は。いや、なんかその人工的な光じゃなかったから、なんか変だったよ。うん、夏の暑い時期になると夜中のプールで霊が泳いでる。あ、だから海とかって怖いよね。夜の海の怖さってなんかやばくない？まあ、ただのガキっていうね、あれもあるかもしんない。低速で無音だったんだ。え、それ電話で話してよ。ちょっとつかけてきてよ、もしよかったら。でも夜中いつも音楽、あ、あの音楽室の怖さってなんだろう、あれ肖像画かな、何なんだろうね。音楽室怖いよね。臨死は過去限定で飛べる。いや、俺が臨死体験した人は未来まで行ったっつってたよ。未来から過去から全部見たって言ってたよ。もう侍のも見て、侍でなんか、なんとかが原で戦ってるような体験もしたしっていう、もう何回も繰り返すんだって、人生を。その人もう死んだと思ったもんね。交通事故で3週間 CPU だっけ ICU だっけ、集中治療室で記憶がないまま3週間ずっといたのよ、地元の病院に。知り合いなんだけど。で、もう生きたんだけど、結局ろれつが回んないぐらい、もうなんか頭バグっちゃったんだけど、今もう結構正気になってきてんだけど、全部見たよって言ってたよ。もう全部体験した、俺は全部分かったって。うん、標本の骸骨ある？そこにあるよ。そこにあるよ。
何なんだろうね、あの音楽室独特の怖さって。あれはね、多分ね、無音だからだと思う。要は防音がすごいしっかりした作りだから、普通の部屋よりも音が違うのよ。無音が強いのね。だからそういうのが引き起こすんだと俺は思ってる。不思議体験いろいろあるよ。お、不思議体験いろいろある。お、メッセージが来ました。え、聞きたい人手挙げで。不思議体験リスナーさんからメッセージいろいろあるよって来たけど、聞きたい人手挙げ。ね、聞きたいよね、みんなね。ね、聞きたいよね。聞いてみようか。不思議体験あるって。もしもし？おはようございます。おはよう。あ、お名前お願いします、コテハン。アームちゃんと言います。アマムちゃん、よろしくお願いします。え、結構霊はい。感強いんですか？強いつもりはないけど、チャンネルは合わせないようにしてるけど、入院してる時とか、仕事にちょっと没頭しすぎてる時とか、ちょっと油断してると、見える。見えちゃったりするけどね。え、どういうふうに見えるの？見えるのはね、いろいろ見えるんだけど、和道さんが言うように、生きてる人との区別が本当はあんまりつかないんだよあ、ね。やっぱりそう言うよね。だからそう、見える人からすると和道が言ってるの嘘じゃないよって。だからその、霊だと思ってなくて、あれ？あれ何だったんだろう？みたいな。ね、普通だに見えるから、よね。若干ね、ほら、透けて見えたり、若干青っぽく見えたりするから、ほら、白人、黒人っていろいろいるじゃない？だから、青人って呼んでるんだよね、私は。青人。青人って呼んでるあ、んだけお化ど、けのことを。ほう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 。え、ちなみになんだけど、その見えるようになったきっかけとかはあるの？どうだろうな。もともとね、子供の時に、子供の時から神社に住んでたから、神社に住んでたってどういうこと？神社の境内の中に住んでたから、なんで？そこの管理人で、ああ、仕事がってことか。両親がね、え、じゃあ神主さんとは違うの？神主さんとは違う。管理人だっだたんから、だ。管理人で誰でも住まわせるわけにはいかないからっていうことで、うちのパパとママが選ばれたんだけど、なるほど、なるほど。ほう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 。じゃあ、もう子供の頃からずっともう、その、なんか神社とかにずっといたと。じゃあだ子供のから頃から見えたんだ。パパも、パパもママも、霊感的には強いから、我が家の中でもあんまり珍しいことでも何でもないんだけど、もう家系的に見えるみたいなね。なるほど、なるほど。え、ちなみに一番怖かったような体験とかって、こう、リスナーさんとかに教えてもらったりできます？いっぱいあるんだけど、電車に乗ってて、一番近い過去では、電車に乗ってて、ぼーっと外を見てたのね。だから、二人、こっち向いて手を振るから、絵が、外ってこと？電車の外、中。電車の外外。から、多分ね、JR の作業服を着てるような感じの方が、二人、こっち向いて手を、ニコニコしながら手を振ってるから、こっち、私も手を振り返したのよ。そして、もうほんのすぐその後に、電車が止まったのね。で、アナウンスで何て言ったかって言ったら、人身事故を起こしましたので、ちょっと待ってくださいって、ちょっと止まってますって言って、
敷いたつもりの、運転手さんが敷いたつもりの人を探したわけよ。で、あの人たちだって私は思ったのね、あの二人だって、はいはい、うんうん、でも、うん、だいぶ止まってたんだよね、15分とか20分とか、うんうん、そのくらい長い時間止まってたんだけど、うん、敷かれた人がいなかった。え、何それ何それ何それ。だから、え、何それ何それ何それ。え、運転手さんが見た人は私も見たんだよね、手振ってた人でしょ。え、何それ何それ、何それ。だってね、普通に走ってるスピードで、よく考えたら普通に走ってるスピードで、手を振る、向こうが笑顔で、無理だよ、ね、無理でしょ、絶対無理でしょ、追っかけてきてるの、コンタクトできてるのよ、ちゃんと。だよね、うん、もうね、それからね、それ電車の窓から外見ない、うん、やっぱみんな窓怖いんだね。霊体験をした人の特徴、窓が怖いって全員言うね。何、他にもいっぱいあんの、そういうのが。あるけど、もう聞きたい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 、おかわりください、おかわり。あ、じゃあね、次のおかわりは、クリニックで、クリニック、仕事、クリニック、入院施設がない病院で、夜間パソコンで、プログラム組む仕事をしてたのね。ほうほうほう、病院ので、病院の、はい、カルテとかね、そのなんか入管とかのね、プログラム、そう管理ソフトを組んでて、でその時に、もうすごく忙しかったのね。夜中、2時とか3時ぐらいまで毎日のように残って、院長室にパソコンがあったんだけど、残ってやってたんだけど、左斜め後ろからざわざわするのよ。なんか嫌な予感がするんだ、その日、こっちの方から。嫌な予感っていうかね、なんかちょっかい出してくるのよ。でね、もうこっちを集中してないと仕事にならないから、私振り向いてはあげなかったんだよね。何その振り向いてあげないっていう、その何、その上級な言い回しは。かまってあげないとか、取り合ってあげなかったんだよ。礼をもう仕方してたの。でもね、怒ったんだよね、その時に。ほう、手伝わないんだったら出てこないでくれないって言って。ああ、もう言ったの、その言葉で。手伝わないんだったらもう出てくんな、みたいな。って言ったら。ちょっと、半分マジ切れだったの。まあ仕事だからね、それはね。でも、レイに話しかけるって怖えな。でもね、その日はそのままおとなしくなったから、こいつ手伝わない気だなって思ったの。ちょっと待って、逆に質問いい？ちょっと話残そうと思ったけど、手伝ってくれるパターンあるの、レイが。ちょっと人参切っといて、みたいな。あんまり依存はしてないけど、やっぱりほら、多分、自然と助けられてることっていろいろあると思うんだよね。霊に。霊とは、霊だけじゃなくても。例えば。守護霊さんだったり、いろんな方に助けられてると思うんだよね。はい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 。じゃあまあ手伝ってくれないと。で、その日は帰ったのよ。で、次の日。私午後から出勤だったから、午後診療室に入って、普通のクリニックの内勤もしてたから、で昼仕事に入ったら、私と仲良しの受付さんが飛んできて、まるまるちゃんまるまるちゃんって私の名前ね、大変よ大変よ、聞いてって言われて、出たのって言うから、あそこの、角でしょ、ソファーの角でしょって言ったら、院長室のね、知ってるのって言うから、
いや昨日もくあもくもくが出たのって言ってて、もくもく、もくもくだったらしいのね、うん、彼女が見たのは、うんうんうん、でそのソファーの角ちょうどあの、うん、L 字になってる角のところから、うん、もくもくが出たのって言ってたから、うん、あもくもくってあのもくもくかどうかわかんないけどあそこのソファーの角でしょって言って、うん、もう昨日ねうるさいから怒ったのよとか言ったのね、うんうん、だから彼女はその場所まで言ってなかったから、うん、それに気がついたっていうことにびっくりしてたんだけど、うん、その午前中にその話題が出てたんだけど、うん、そこの院長先生は、うん、相手にしてなかったんだよね、うんうんうん、でも私が「ああそこの角でしょ」って言ったもんだから、うん、言った途端にそこにあったツボを返しに行ったもらってきたところにツボからモクモクが出てて、ん、あのね、うん、そのモクモクはツボから出てたらしいのよ。ほう。で私は振り向いてないから分かんないんだけど、あのちょっと待って、それは分かるんだけど、壺を返しに行ったの下りが全然よく分かんないんだけど、どういうこと？ごめんなさいごめんなさい、壺をね、うん、誰かからもらってきてたの、骨董品が好きな先生で、はあはあはあ、壺を返すっていうなんか霊能力者の専門用語があるのか、ごめんなさいごめんなさい、必殺壺を返しみたいな話が飛んじゃってごめんなさい。おーおーおー、で、うん、そっからなくなったの？うん、速攻返しに行ったね。早かったよ。え、何そう、物に宿ったりするの？霊っていうのは。あの、その黙々さんは、その壺の中にいたんじゃないかな。あ、物にも、じゃあ、宿ったりするんだね。うん。うん、あ、怖いね、なんかね。うん。うん、まあ、でも、うん、私が話すとあんまり怖くないんだけど、うん、あの受付さんはビビってた。うん、いやまあほら本人は体験してるからでしょ。そう、実際わけのわかんないのを見てるから。うん。うん、え、そのじゃあふわっちの配信者っていっぱいいるじゃん、男も女も。うん。でこの人霊感強いなっていうのは見てわかんの？その霊がつきやすいとか霊感強いだろうなみたいな。なんとなく。いやわかんないけど、でもねやっぱりね。うん、あの人が寄るところにはやっぱり多いとは思うよ。そうなんだ。うん、あの食べ物屋さんだったり、うんうん、病院、うん、クリニックを含めて病院、はい、病院はよく出るっていうよね、うんうん、あとはあの駅、やっぱり駅とか、うん、人の往来とか、うん、あの人が多いところにはやっぱり出やすい、あの出やすいっていうか、うん、寄ってくるの？霊も普通に使ってる感じかな。あの、うん、人間だけの世の中じゃないと私は思ってるから、うん、え、じゃあさ、なんでさ、その、うん、江戸時代とかの霊とかはいるじゃん。いや、着物着てるとか軍服の軍人さんがとかよく聞くけど、この前アウストラロピテクスの霊見たのとかあんま聞かないじゃん。あれは何なの？その類人猿の霊とかあんま聞かないじゃん。気持ちが残ってるかどうかじゃないかな。こっち側に？それとも向こう側に？うん、え、いや、あの、うん、現世側に。ああ、こっち側が、その、思いが強いとリンクするみたいな感じなの。うん、その、うん、かつて人だったりした人ね、うん、人動物霊とかも見るの？うん、私は自分が飼ってた犬を連れて回ってるけどね、うん、その連れて回ることが、うん、あの、うん、亡くなったものを、うん、あの次の世界に送るっていう、うん、あのね、決まりの中でもしかしたらタブーを犯してるのかもしれないんだけど、うん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 、私はあのそばにいてほしいから、
いてもらっ亡くなって。たペットを守護霊みたいにしてるってこと？いや、守護霊っていうか、普通にペットのまんま、体がないまんま飼ってる感じ。マジかよ。怖でもなんか、激しい人は馬連れてる人もいるらしいよ。馬を連れて、馬の霊を連れてんのか。そうそうそうそハーう、お馬ボさーイん。じゃん。それ馬？聞いたことがあるよ。日本人で？日本人なんだろうね。馬の霊？馬飼ってたりした人が馬を連れて回ってるっていうのは聞いたことある。マジ？それは、なんていうかな、本人が自覚してるかどうか知らないけど、見える人が見て、馬あがら、ついて馬ます連れよ。てるわだって馬って結構でかいよ。って。いや、霊能力者の方もびっくりするでしょ。びっくりしてたなんみでたい。馬連れてんのってなるそう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 。でしょ。へえ。すごいな。あ、そういうことも可能なんだ。ちなみに俺の守護霊とか見えるの？私はね、合わせないから分かんないんだ。自分が油断してた時、そのぼーっとしてない。入院して点滴受けてるとか、そういうシチュエーションでちょっとね、見えたりね。隙がある時には、見える。向こうが、向こうのアプローチが結構あるときは、こっちからは呼ばないけど。ごめんね、ちょっと右耳がもうめちゃめちゃ痛くてさ、今。でもなんか和道さんとお話できて嬉しいな。いえいえいえ、全然全然。僕いつでもとつまちしてるんで、また怖い話聞かせてください、ぜひ。あとね、デジャブの話のね、YouTube 作ってるから URL 貼っとくわ。全然全然宣伝してください。いや、和藤さんにだけ、LINE で。LINE で？YouTuber なの？YouTube は、バーまではいかないけど、YouTube はおお、あげ結てんの。構。何？デジャブの話って何？ちょっと、今、ちょっと軽く説明してよ。神様が来て、その神様が、自分の未来が決まってるのかっていうことをざっくり聞いたのね。神様に？なんか聞きたいことあるって言われたから。神さん、え、か、ちょっと、そっちの方が面白いな。え？ 神様？ちょっとその話聞かせてくれ。それ、がっちり文章になって YouTube にアップしてるんだけど、いやいや、今、本人から聞きたい。本人から そっちの方が聞きたい。幽霊より。神様の話聞きたい。神様に昔から何？やりとりしてたの？たまたまその時は、神様来たの？いあつのよ？ね、どんな時よ？寝てたら寝て枕た？元に気配があったんだよね。どんな姿なの？神様って。男、女？いくつぐらい？男でね、50過ぎぐらいだけど、多分神様の年だからすごい年だと思うんだよね。見た目は50いくつだけど、多分神様の年さ齢だからね。300億7歳とかなのか、多多分ね。で、分。なんで神でも様だってね、分かったの？私は神だっつったそれがさ、の。枕元に知らないおじさんがいるんだよ。怖いじゃん。いや、怖いよ。で、一番ね、一番角が立たない聞き方は何があるかなと思っなて、るほど。やっぱね、失礼。あなたは神様ですかって聞いたの。質問形式だったんだ。そうだよね。そうだよね。知らない男が立ってると怖いと。で、失礼のないようにと思って、あなたは神様ですかって聞いたら、なんて答えが返ってきたの？
そうって。え、なに、神様の答え、そうって言ったの。あ、じゃあ神様だで、ね。うん、間違いないわ。続けよう。で、何か聞きたいことある？もうおお。こっち怯えてるかえ、ら。ちょっと待って待って、神様ってそんなフランクなの？あなた神様ですかって。ああ、そうだよ。つって。なんか聞きたいことある？って。そういう感じなの、神様。あ、もうちょっとゆっくりなテンポだけどね。おお。え、外人さんでしょ？もちろん。あれは日本人だ日ね。本人なの？神様って。ほう。え、おお。いや、俺は外人的な、なんかちょっと片言なのかなと思ったの。あ、いや、日本ば人っなちの。り日本語。ばっちり日本人なんだ。え、服装はどんな感じなの？服装はね、まずね、顔がね、3分の1ぐらいの大きさ、顔が大きいんだよね。金梅さんでぐらい、ね、3分の1顔なの。金梅さんより大きい。金梅さんより大きかったらこんなだな。3分の1ぐらい顔なの。身長どれくらい？何それ。身長はね、140ぐらいかちっな。さ。140センチで顔3分の1顔で50歳ぐらいなの？でね、髪はね、おう、長くて、おう、黒髪？何す？ほんのちょっと茶色。で、おう、長くて、ちょっと縮れてる感じの。ホームレスじゃん。服装は？服装はね、そのね、あの、次、つ、まあ、言うなら、継ぎはぎの布をこう、合わせたような、何枚も パッチワー布をクみ着たいたな。ような、ああ、布で着てる攻めた。ような、ほう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 。でもね、臭くなかったんだいい匂いだ。よ。ホームレスじゃない感でじ？も、どっからどう見てもホームレスでしょ。神回でしょ、それ。まあいいや、まあまあ、で、聞きたいことあるって言われて。で、ああ。その時は若かったんだけいど、くつぐらいの時の？22ぐらいかあ、な。まあ若いね。裏若き乙女だね。ちなみに今いくつなの？後でまあ LINE にまあまあ、書いと後できます。LINE に書いとこうか。まあいいや。愚問だったわ。続けよで、う。まあほら、大学行く人は大学出たりして、そこそこもうほら、就職とかの時期じゃない？まあまあまあ、22っつったらそうですよ。お友達とかもさ、いろんな人生を歩み始めてるじゃない？ねえ、若い人、で、早い人は結婚とかもしてるもんね。で、そういう時にやっぱり自分の未来ってって思うじゃない？まあそうだよ。一番悩むとこだよ。で、決まってるのかなって思うじゃない？ああ、神様にね、運命って決まってるんですかと。で、何か聞きたいことがあるって言って、それしかたまたま思いつかなくて、人はその歩む、人生が決まってるんですかって聞いたのね。いい質問だよ。そしたら、その後はそんなに言葉がないんだけど、キントーンみたいな雲が現れて、え、答えてくれなかったの？連れて行かれたの、実は。え、そうそうそう。聞きたいことあるって聞いて、人生とは決まってるものなんですかっていう質問したら、キントーンが来て連れてかれたと。キントーンが来て、悟空が乗ってで、るやつだよね、ドラゴンボールそう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 その。う。展開早えな。西の北の方向にね、何？何？北西？北西の方向に、キントーンに乗って行ったの。かなり遠くまで。かなり遠く、ね、北西っつったら、だって日本から北西って何がある？北西だから中国の方ってこと？モンゴルとか。まだまだ遠くに行ったんだよ。ロシアとかじゃないの？それ。アイルランドあたアりイまルで行っランドてまで連れてかれたの？キントーン。
え、ちょっと待って待って、質問あるって言って質問無視されて、均等運でそのままアイルランドまで連れてかれたの。うん、私は後でアイルランドだと思ったんだけど、うん、あ、なるほど、で、そうするとね、雲の上に、壁のない門はあるんだよ、入り口とかはあるんだけど、図書館に連れて行かれた。図書館雲の上だよ。雲の上に門があって、その門をくぐると図書館があったと、図書館があって、なんか面白い、なんかいいね、すごくね、たくさん本が並んでる、上の方まで棚があって、ではしごをかけないと上の本が取れないような、その図書館に連れて行ってくれて、ではしごをかけて、で私はその階段をのはしごを登って、でこれこれって言って、私の名前が背表紙に書いてあるの、何、本一冊一冊人の人生が書いてあるの。なるほど、つながったわ。要は答えるんじゃなくて、もう見ろと、アイルランドの図書館に行ったら、お前の人生全部載ってるからと。面白い面白い、本で、そこの本に、出会う人とかの名前が書いてあるんだよね。もう誰と出会うとか、巡り合う人とか、ほう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 、ああ、あらかた決まってるのかって思って、でこうめくって、で、あんまり未来じゃあ人生って決まってるんですねって聞いたのね、横で、神様は横で均等運に乗ったまま浮いてるんだよなんではしご登らせたんだよな、そのまま均等運で取れよって話だけどねそうそうそう、まあ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 、神様にね、私の人生決まってるんですかと、もう一回質問、同じ質問したと、そうしたら、でまあ大体ねみたいに返事が来たんだけどまあ大体、ね、その返事がなんかあんまり興味なさそうな返事だったのね。ああまあ大体ねみたいな、やっつけの感じなんだ、そうそう、まあ、大体決まってっから、みたいな、で その返事になんか未来をめくる気持ちが失せたの。ああもういいわみたいな、なんかもうめんどくせえわみたいな、もう本いいっすわみたいな。でもこう、出会う人とかの名前って書いてあるんだっていうのははっきり把握したのね。それ当たってたりしたの？なんか検証とか覚えてたりとかして、あこの人出会う人だみたいな名前とかあったの？いやそれはないんだけど。ないんかい。でまあそこで、あともう帰ってきて、そのまんまなんだけど、均等運乗って帰ってきた、均等運に乗って帰ったんだけど、あのね、その後にテレビを見てたら、そこでアイルランドが出てくるんだけどね。あ、何何何、後日でしょ、テレビ見てたの。そう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 、もう随分時間が経ってからよ。どれくらい、1年ぐらいってこと、もっと、あの10年単位で何十年か、32の時ねまあいいよいいよ、でアイルランドテレビに、アイルランドの図書館が出たの、その図書館の本の並びがそっくりだったの、何それ。その均等運に連れてかれたアイルランド付近の、まあその時は分かんないけど、図書館とアイルランドの図書館がもうクリソツだと、あここだって思ったんだよね。ほう、あの本棚の感じとか、本棚のほら一つのこうブロックのこう並び方分かるとかが、もうそっくりで、あここだわって思って、ここに置いてあるのね、あの本はって思ったよ何の話だよでも実は、ね、それを YouTube に上げてるの、その アップロードしてあるの。雲の上の図書館で検索したら出てくるよ。
雲の上の図書館で検索、どれくらいの尺なのそれは。いや、あんまり長くない。雲の上の図書館3、4分で読めるぐらい。でも今話した下りなんでしょ？そう。だって、和戸さんがいや、それはだって神、い喋れや、っそていれうはか神様に、ねえ、神様に会ったって言ったら、それは聞きたいでしょ。え、まあね、本人に神様なんですかって言ったら、そうだよ、つって。で、私の人生どうなるんですかつって、ああ、みたいな、ちょっと乗れよ、つって。ファーって北西の方に向かって図書館連れてかれて、あ、上の方にお前のあれあるからちょっとはしご登ってっつって、登って手に取って、決まってるんすかっつって、あ、まあ大体ねっつって、もういいわっつって じゃ帰りますって、何それ。左側、英語とかの教科書のめくる感じ。国は？語の教科書の開き方じゃないで、反対側から反対側。でも開く日本語感で書じ。いてあるんでしょ？日本語だったけど横書きだったね。なんか不思議な体験いっぱいしてそうだよね。他にも。その霊的な、その神様も出てくるし。ねえ、なんか、その一番不思議だった体験とかある？なんか、まあ神様も相当不思議な体験だけど。神社に住んでた時は、そこの神社の神様が、神様いっぱいいんの？お社に帰ってくるお社に帰ってくる。のは感じたね。すごく、行列で、カゴに乗って帰ってきた。カゴに乗ってた、こういうカゴ？こう、なんかこう、江戸時代とかに出てくる、トン様が乗るような。あれ、神様、あれに乗って帰ってくるんだ。あんなに乗って帰ってきて。あの時はでも怖かった。あ、怖かったんだ。人数が多かったから。何人ぐらい？カゴの周りだけでも2、30人はいたかな。多いね。俺も神様に会って筋斗雲乗せてもらいたいな。配信できる感じなの？雰囲気的には。配信？いや、だから神様が寝てる時に「おお、顔でかいっすね」って、「神様っすか？」っつったら「そうだよ」「カメラ回していいっすか？」っつったら「いいよ」ってなる。和藤さんだったらできそうだね。できる？でも、それが全ての人に見えるかどうかはわからプツプツってこと？ない。見える人には見えるだろうけど、見えない人はだからプツプツなんでしょ？和藤さんが独り言で喋ってる感じになっちゃうかも。ラジオ放送みたいなんだ。で、見えてる人は、うわ、キントーンすげえみたいな。どこ連れてくんだろうみたいな。ああ、そういう感じなんだ。いい体験だね、でも。俺もちょっと神様に会いたいな。紹介してね、今度、神様に会ったら。言っとく。言っといて、和藤さんがちょっと一緒に配信したいって言ってるから、言ってあげてって言って。神会作ろうぜって言っといて、神様に。神様の神い会や、か。神様出たら神会でしょ。そうだ140ね。センチでだって顔3分の1の大きさでしょ？まあ、いろんな話聞かせてくれてありがとありがとうございましう。た。ありがとうございました。勉は強にーい。なりまましたた。ねー。また。はーい。甘々ちゃんでした。すげえな。すげえ貴重な話を聞けたね。じゃあ、もしね、他に心霊体験とか、神秘体験、UFO、心霊現象など、怖い話など、奇妙な話など、何でも構いません。
ちょっとロマンティックな話を聞きたいかな、俺は。箸休めに。ちょっと、なんかこう、死んだ恋人が実は守護霊だったみたいな、そういうジャンルないの？ちょっとおかわりで。いや、いい話だね。あまむちゃん、ありがとうございます。ありがとう。面白かったです。フォローありがとう。あ、トツ。匿名でも大丈夫です。はい。次のトツ来ますよ。次のトツが来ます。はい。いや、やっぱみんなあるんだね、こういう不思議な体験。うん。じゃあ次の方来ますよ。うん。はい、行きまーす。いっぱいあるな。うん。次の方来ますよ。あ、もしもし。あ、もしもーし。はい、はじめまして。お名前匿名さんでよろしいですか？あ、ごめんね。ね、放送の音声を切ってもらってもいいですか？はい、あのループしちゃうんですよ。あ、すいません。はい、パソコンですかね？すいません。はい、あれ、パソコンか。タブレットです。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。うん、はい、あ、切りました。あ、 OK です。大丈夫です。よろしくお願いします。大丈夫ですか？よろしくお願いします。匿名さんとお呼びしますね。しん、うん、はい、うん、はい、すいません、はい、あの心霊体験っていうか、うんうん、あの生き霊の話なんですけど。ほう、生き霊。うん、あの、うん、私水商売してるんですね。はい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 。それで不思議なことが結構あって、うんうん、水商売多いって言いますよね。そうですね、なんか自分のことじゃないんですけど、うん、まずお店の女の子で、うん、なんか何をやっても最近うまくいかないっていう子がいて、うんうん、でちょっと待ってください。何をやってもうまくいかない、はい、うん、学生の子だったんですけど。お、何をやってもうまくいかない、恋愛も仕事も、うん、そうそうそう、勉強も、仕事も何にもうまくいかないって言って、何にもうまくいかない、私呪われてるんじゃないかって言い出して、はあ、はあはあ、ノイローゼみたいになっちゃってそれでふざけ半分で占いに行ったらいいんじゃないかって。なるほどなるほど。提案した子がいて、うん、それで、うん、占いに実際行ったんですね、うん、そしたら、うん、あなたには生き霊がついてるって言われて、ほうほうほう、なまさかって思うじゃないですか。まあそうですよね。で、うん、じゃああなたは見えるんですか、あの生き霊がって言ったら、見えますって。ちょっと喧嘩腰なんだ。ちょっと喧嘩腰なんだ。そうそうそう、見えます、見えます。なんか本当に見えんのみたいな疑い半分で言ってる感じだよね。そう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 、はい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 、そう、うん、言ったら、うん、ハゲたおじさんがついてますって言われたらしいんですよ。うん、それで、うん、何言ってんだこの人と思って、うん、みたいな、うん、その人がいるから、うん、ついてるから私うまくいかないんですねって言ったら、うん、うーんってハゲたおじさんでって、うん、頭にあざがある人でって言われた時にその子ハッとしたんですね、うん、その子の一番の太いお客さんだったんですよ。ちょっともうまあいいけど、うん、その子の一番大きいお客さんがそう、そういうお客さんで、うん、でそのお客さんってお店の中ではニコニコしててすごいいい人だったんですね。はい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 、うん、もう周りの女の子にもすごく優しいし、うん、すごくいいお客さんだったのに、うん、占い師さん会ったこともない人に、うん、ついなんかその人の生き霊がついてるから、うん、髪を切りなさいって言われたらしいんですよ。女の子？そうそうそう、本人が髪を切るってこと？そう、女の子が髪を切りなさいって言われて、うん、それで、うん、その子腰まで髪の毛があって、うん、長いね、長くて、うん、そう、嫌ですって言ったんだけど、うん、髪に念が入ってるって言われたらしいんですよ。髪に念が入ってる。うんうん、そう、その人の念が入ってるって言われて、でそう言われたらさすがに怖くなっちゃって、うん、その子結局肩ぐらいまで髪切ったんですね、うん、はいはいはい、結構バッサリいったんだね。そう、うん、もういいやって言って、うん、髪切って出勤したら、うん、そのお客さん、
激怒したんですよ。なんでお前は髪を切ったんだって。怖っ。いや、当たってたじゃん、じゃあ占い師の。そう。怖っ。要はそのお客さんはロングが好きだったんだ、その子の。ロングが好きだったのか、それですごく激怒して、うん、それでもう、その女の子、学生で、うん、まあ、週末だけのアルバイトみたいな子だったんですけど、うん、もう、怖すぎて、もう私、働けませんって言って、辞めちゃったんですね、結局。うん、だから最終的にはどうなったのか分かんないんですけど、でも私もうお店辞めるからってそのお客さんに言った時に、うん、切った髪の毛をちょうだいって言われたらしいんですよ。何それ。何それ怖いよ。だからね、お化けより人が怖いですよね。いや怖い、やだ。何そのハゲたおじさん。 その子が幸せになってるといいね。なんかね、そうですね。でも今はなんか違う土地でもうし、うん、お昼の仕事をしてっては聞いたんですけど、うん、いや髪の毛ちょうだいはちょっと怖いな。水商売はこりごり怖いね。怖いですよね。怖い。でもやっぱりそういうなんか人の念みたいなのがすごくやっぱりあるみたいで、うん、なんか私もそれに近い話があって、うん、私、うん、結構長いおじいちゃんのお客さんがいて。どれくらいのおじいちゃん。おじいちゃんつってもさ、ほら年齢おじいちゃんいくつぐらいの人。60後半ぐらいです。ああ、まあまあおじいちゃんだね、うん、そうですね、うん、でそのお客さんに、うん、お誕生日になんか、うん、霧の箱をもらったんですよ。霧のこれみたいな。霧の箱ってなかなかプレゼント出てこないよね、うん、普通だったらほらなんつうの、そう 4なんつうの 4C とかさ、なんかねえ、なんかこう、うんうん、ティファニーはないか、まあなんかそのね、そういうのもらうよね。重たい箱をこうもらって。重たい。どれくらいの大きさ。重たい霧の箱、うん。どれくらいの大きさの霧の箱。霧の箱っつってもサイズが、うん、そのサイズ感でタバコの大きさなのかさ、その、あ、もっと大きいです、ボーリングよりは小さいけど。ボーリング、うーん、ボーリングの球よりは小さいけど。何がいいかな。箱を開けたら大きな石が入ってたんですよ。霧の箱を、重たい霧の箱をプレゼントされて、開けたら、開けたら石が入ってたと。石が入ってたんですよ。どんな石？それお店でもらったの？なんか赤い、お店に持ってこられたんです。接客中にもらったんだ。うん、そうです。私の誕生日が近くて、それでもらったんですけど、石ですよ。石で、どんな石よ。と思ったけど、やっぱり、なんか赤いパワーストーンじゃないですけど、それもすごく大きくて、漬物石みたいな、おばあちゃん家にある漬物石ぐらいじゃないかってぐらい大きい石をもらって、この石は幸せになれる石だから、君に、これからの人生にいいことがあるようにプレゼントするからって言われてもらったんですけど、うん、私やっぱり嫌な顔できないじゃないですか、お客さんの前で。どういう対応したの、ちょっと教えて。嬉しい、ありがとうって一応言いましたよ。どんな、じゃ本意気の声でやってたんと。俺がじゃあやるよ。いや、何々ちゃんちょっとね、誕生日近かったよ、ちょっと接客してよちゃんと。何々ちゃん誕生日近かったよね。はい、近かったよね。おじさんね、これ持ってきたから。これ霧の箱。本当嬉しい、あり、なんだろうなんだろうって。開けてみて。あ、開けて、って思ったけど、何これすごいって。そういう声なんだ。本域の時は、仕事の時はそういう声出すんだ。そうです。あ、なるほど。そうですね。それ以外低いんですけど。それで、でも家に持って帰ってきたんですけど。はいはいはい。もうそんな大きないし、自分の家にあってもなんか、まあまあ使い、ね、用途がないじゃないですか。まあまあまあ。それを飾るの多分便所太郎さんぐらいだよね。なんかリビング。リビングにかっこよく置ける人だからね。便所太郎さんはなんかそういうの好きだからね。そうですね。ちょっとリビングに置く勇気はなくて。うん、ないよね。それで、ちょっとなんか、赤っぽい石だったんですよ。オレンジっていうか。赤っぽい？普通の石じゃないの？何石なの？なんかもうパワーストーンみたいな感じですね。何、その原石っぽいのか、その加工されて丸くなってるとかさ。そうですそうです、丸い感じの原石っぽいやつ。そうですそうです。どっちよ。いや要は普通に原石っぽいやつ、普通の石ってこと。
ですね。そうです、そうです。の赤、で、赤つけた感じ。赤い。そうです。あの、天然石みたいな感じです。え、何それ透明だったり、キラキラしてたりとかないの？普通の石なの。なんかこう、赤っぽいオレンジみたいな。ほう。もらって、うん、もうどうしようと思って。そしたら、うん、これ、もしかしたらすごい高いやつなのかもよって。まあまあまあ、俺も思った。検索してさ、うん、なんかそう、マニアの人からしたらさ、うん、そうそうって思って、うん、じゃあ質屋に持ってっちゃえって言って質屋さんに持ってったんですよ。なるほど。そしたら買い取りできませんって言われて、あ、もうそんこれは買い取りできませんって言われて、じゃあリサイクルショップではって言って、リサイクルショップに行っても、もう鑑定不能みたいなこと言われていや逆に高すぎて鑑定不能なんじゃないのいやそうだったんですかね。え、それどうしちゃったの？どうしたの？結局もう価値がもうわからないから実家に持ってったんですよ。ほう、親だったらもしかしたらね、こう年がいってる人だったら価値がわかるのかなと思って。なるほど。そしたら、うん、親が気持ち悪いって言ったんですよ。それ見てまず一斉に、何これ気持ち悪い、第一声が気持ち悪いだったそう、こんな石持ってきてどうしたのって言われて、いや、お客さんにもらったんだよねって言ったら、うん、でも石だからなんか捨てることもねえみたいな、うん、こんな霧の箱に入ってるしって言ったのにもかかわらず、うん、お父さんが庭に普通に置いたんですよ。もうやっぱ男の人はね好きだからね。そう、あ、いいじゃないかと。そうそうそう、なかなかいい盆栽の横みたいな感じでポンって置いたんですよ。そしたら、うん、あのうち実家ちょうど坂道の途中なんですけど、はいはいはい、それ置いた次の日に、うん、トラック横転してそこに突っ込んだんですよ。実家にトラック突っ込んできたの？そうなんです。でも庭が結構ちょっと幅があるので、うん、家には被害はなかったんですけど。いや被害あるでしょ、トラック突っ込んできて次の日に。そうですね、駐車場がベキベキにやられて、うん、うわ、でやっぱりその石を親に渡してた日だったから、うん、もうお母さんがもう気持ち悪すぎるから、うん、もうこれ川にでも持ってこうって言って。はいはい、やっぱり呪いがかかってると、これはそうですね、呪われたアイテムだと。じゃあもう、うん、そう、もうなんか怖いよねって言って、うん、川に持ってったんですよ。で結局川に捨てて、うん、いやでも、うん、もしかしたら、うん、価値があったのかもしれないと思って、うん、そのお客さんに電話してみたんですよ。はいはいはい、聞いてみようと思って。なるほど。そしたらそのお客さん4年ぐらい来てた人だったんですよね。はいはいはい、なのに電話かけた その瞬間に、うん、現在使われておりませんだったんです。何それ怖いよ。え、そっから来てないってこと石を渡したから来てないの？来てないです。え、何それ？来てないんです。え、何それ何それ何それ、え、何それ、何その終わり方。え、それ都内？その石を俺探しに行きたいんだけど、その石回収したいんだけど。都内じゃないんですけど、うん、ちょっと地方ですね。あ、そうなんだ。じゃあその呪われたなんだかわかんない石はどっかの川で今漂ってるんだ。漂ってるんですかね。でも石って価値ないでしょ多分。そんなに、だって石で数億とか聞いたことないよ。壺とかならまだわかるけど。そうですよ、うん、そう、それなのに、ダメだよ、そういうの石をプレゼントする、掘り下げないと。そういうのは絶対面白いエピソードだ。もっと掘り下げた方が良かったですか。そうだよ生主だったらもう徹底追求だよ。なんか不気味な終わり方をして終わっちゃったんですよね。ちょっとやだね、なんか嫌な感じで終わったね。連絡取れないで終わるっていうのはね。そうなんですよ。だからなんかで押し付けたんじゃないかって言われてて。いやそういうことでしょ、そういうことでしょ。いや、そういうことだと思うよ。そうだったんですかね。だから笑うセールスマンみたいなのから買ってその石をで4年間悩まされてたかとかなんとかで、うん、で巡り巡る石だったんだよ多分、うん、最後に押し付けちゃえみたいな、うん、そうそう。でもね、石って感じだったんです。俺ね、そのあんまりそういうの信じないんだけど、うん、パワーストーンってさ流行ったじゃん、うん、数珠みたいなやつ、はい、で俺買ったのよ、はい、自分で選んで、うん、でそれ、うん、
そう、紐で結ぶタイプってわかる？そう、ゴムじゃなくて、紐でこう編み込んで、ミサンガみたいにしてこうつけるタイプだったの。わかるかな？ちょっとイメージつく。ミサンガで丸いパワーストーン、数珠みたいにしてみたいな。で、要は、なんつうの？紐だからすっごい硬く縛ってあって、カチカチになるのよ。で、友達と、こう、その仕事の友達と仕事のセミナーかなんかにいるときに、それが急にパチンって弾けてバラ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 って散らばったのよ。で、そしたら横にいた古い友人が顔真っ青になってんの。で、どうしたの？なんかあったの？つって、別に石が弾けただけじゃんっつったら、子供できたって言ってて、そう。だから、そいつは5分前に電話受け取ってたの。そしたら彼女から子供ができたって言われてて、で、もうそわそわしてたの、そいつは。で、石がパチンって弾けたから、そのタイミングで、悩んでた時で、なんだこれっつって、あ、そういうことあるんだねって言って。あとね、石って色変わるの知ってる？パワーストーンとかって。これ、オカルトじなんゃかない模の。様とかが変わるっ変わて。るの、本当に。不思議なんだよ。金の量が増えたりするの。金のこう網が入ってるようなやつとか。全然変わるの、石。石の中に。変わる。石ってなんかあるんだよ、多分。あるんですかなんね。かあるで、よ。なんかさっき和道さんのこうコメントで、こう、ヌーベが怖かったねとかっていうあった。のあっ怖たかっじゃないた。ですか、怖かった。話の下りで。それで私、アウターゾーンっていうのを思い出して、何アウターゾ昔、ーンアウターゾーンって漫画わかります？って。わかんない。最近の漫ジ画？ャンプ、ジャいンプ。や、ヌーベより前ですね。あー、私もわか連る。載されてた時は見たことないんですけど、結構ババアそういうでのしょ。に、じゃあ。結構、そうですね、今いババアくでつす。なはの？い。今いくつなの？ババア率高すぎるよ、うちの枠。ああ、すいま いや、せん。全然ありがとうございます。ババア大好もきなんで。う、いアえいえ。ウターゾーンっ て、いや、もう。何？アウターゾーンってどんな漫画？ちょっと検索してみるね。もしかしたら知ってるかもしれないから。いつぐらいだろう。アウターゾーンっていう漫画があるのね。ジャンプの、なんか連載されてた時は見たことないんですけど、単行本で見たことがあって。少女漫画じゃないの？これ。じゃないですね、ジャンプの、ちょっとなんか怖い感じあ、の。これジャンプコミックスなの？ホームコミックスって書いてあるそうよ。です。だ、少女ジャ漫ンプ画？あ、じゃジャンないプんだ。です書いてかある。ね。ジャンプだわ。ジャンプだった。合ってる合ってる。ごめんごめん。話終わって。合ってます？なんかそんな子供の時に見た話で、なんかそんな感じのがあったなと思って。なんか全然そんな心霊とかじゃないんですけど。なんだよ。何の話だよ。何の話？あ、これ怖いんだ。コメントで書いてある。そうですね。怖なんかかったって。それっぽい話だなと思って、それで突っしちゃったんですけああ、全然、ありがとうございます。またなんか不思議ないえいえ。話とかさ、あったら報告くださいね。はい。匿名あ、さん。わかりました。ありがとうごはざい。いました。はーい。あはい。りがとうございます。失礼し失礼しまます。す。なるほどね。石か。まあ、突ね。ちょっと変な話、奇妙な話とかあったら、ぜひぜひかけてきてください。いや、石はなんかあるんだよ。ロン毛の女が水先案内人な笑うセールスマンみたいな漫画。へえ。お行きなさいっていうやつなんだっけ？死神の話あったよね。ドラゴンボール見たくてジャンプ買ってそのページ破り捨てた。着信があったね。着信がありました。ちょっと待ってください。また凸がかかってくるかもしれない。結構こういう怖い話とか不思議な話は結構かかってきますね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。結構あるのかな？またかかってきたな。あれ？通話中。なんだろう。あれ？かかってこないな。ちょっと待ってくださいね。今かかってくると思うんで。スカイハイか。スカイハイはなんか世界観好きだったけどね。釈由美子がドラマでやってたよね。ちょっとまだかかってこないかもしれないんで。待ってください。あ、かかってきた。
もしもーし。もしもし。あ、もしもし、和道です。いつもロムで見させていただいてます。ちょっと寝起きですいません。あー、とんでもないです、とんでもないで起きたす。らやってたので。はい。小手半を教えていただくことってできますか？いえ、匿名匿で。名でお願いしまあ、す。わかりました。よろしくごおめ願んないしさい、ま声す。がちょっと寝起きで出なくて。あ、全然全然。なんか、あれすですごか？い。心霊体験なら私もあるよ、的なノリですか？ですね、うん。心霊体験はいくつかあるんですけど、今回は、うん。心理の方の話をしたいと思います。え、何ですか？今回は、はい。神秘体験というか、神秘体験、なんか不思議こな話。う、ふん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 。は聞こえますか？不思議な話い、不思議な話、ぜひぜひ聞かせてください。の話をしたいと思いますけれど も、はい。和道さんは、はい。この話聞いたことありますか？子供が3歳になるまでに、はい。要は、お腹の中にいた時の話とか、ああ、要は記憶があるってことですよね。要は、記憶、まだ3歳までって、うん。自分の前世の記憶を持ってる子供もいたりするってああ、聞いた聞くじこゃとあなりいでますす。か。流行りましたよね、本で昔。ちょっと昔、前世の記憶を持つ。そうなんですよ。はい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 。そう。それで、3歳を過ぎると、すべて忘れてしまうっていう。ああ、はいはいはい。あれ何なんですかね、不思議ですよね。ね、私もとてもそれが不思議で、本も読んだんです。でも、要は、その3歳になるまでに、聞いたお母さんたちが、どんな話があったかっていうのを本にまとめてあるんですよね、いろんなお母さんたちの。はい。うちの子はこういうことを言いましたよみたいな。その中に、一つちょっと残ってる話があって、はい。お腹の中に子供がいた時に、いつも散歩していた道でお花がいっぱい咲いてて、このお花はなんでパンジーだよとか、これはなんだよみたいな感じでお腹の子供にこう語りかけてたほうほんだうほうほう。けれども、お母さんが。子供が生まれて、そうです、お母さんがね。子供が生まれて、それで、いつものように、毎回毎回お散歩で、ベビーカーで、そこの公園、歩いてたんですけど、ある時いきなり、教えてもいないのに、お花の名前を指さして言い出したらしいんですよね。ほう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 。なんで知ってるの？って、お母さんがびっくりして子供に聞いたら、だって、ママがお腹の中にいた時、僕に教えてくれてたでしょって。やっぱり、お腹の中の子供に語りかけるっていうのはすごい大切なことなんだって、その時思ったんですね。で、その時すでに私は、子供お腹にいたんです。ほう、その本を読んで、その知ってる時にお腹に子供が。いました。ほう。で、私の夢は、3歳になるまでは、とにかく3歳になるまでは、絶対に、話を聞いちゃいけないらしいんです。どういうことです3か？歳になった時点で、やっと話をしなきゃいけないらしいんです。お腹の中にいた時のこととか。ちょっとよくわかんないんですけど、どういうことですか？ 3、ん？ 3、ん？子供が生まれ生て、まれたと。1歳、2歳のうちは、1歳はまだ喋れないじゃないですか。まあ、そうですね。ね、2歳半ぐらいでようやくちょっとぶちぶち喋るようになって、で、初めて3歳になった時に子供にその話をしなきゃいけないっていう決まりがあるらしいんです。あ、何？その尋ねるってこと？お腹の中のことを尋ね聞いる。ていいのは3歳になってからっていうルールがあるってこと？ルールがあるらしいんです。ほで、しかう。も、改めて、改まって聞くんではなくて、子供が、
何かちょっと遊んだりしてるときに、さりげなく横で聞くと喋りますよっていう本の中にそういうことが書いてあるんですね。引き出し方があるんですね。そう、そうなんです。無理やり聞くんじゃなくて、そう、自然と。何か他のことに集中してるときに話しかけると、ポロポロって話すよって。なるほど。それで、あーと思ってたんですけど、まだ、それも妊娠中なんですけれども、私のお友達はすでに子供が2人いまして、ほ女うほう。の子が2人いて、2歳、ちょうど2歳と3歳の女の子がいて、で、その人は全くそんなこと知らなかったらしいんですね。その3歳までに聞くとか。それで、まあ、子供が2人でなんか遊んでた時に、ちょっと遠目で、まあ、キッチンで 食事の支度をしてたらしいんです。そしたら子供たちがちょっと喧嘩になり始めて、で、これはお姉ちゃんなんだからお姉ちゃんの言うことを聞きなさいみたいなことをお姉ちゃんが言ったらしいんです。そしたら妹が、ずるいよって言ってるんです。言ってるらしいんですよ。ずるい。それでね、お姉ちゃんはね、ただ単にという形ではないですね。お姉ちゃんは、天国で神様が、神様じゃ、先生がね、先生。先生って言ってたらしいんですよ。先生が、大山さん家に行きたい人、手を挙げてって言ったらしいんですよ。そしたら、私とお姉ちゃんが手を挙げたでしょって。それで、階段降りるときに、お姉ちゃんが私を突き飛ばして、お姉ちゃんが先に降りたからお姉ちゃんになったんじゃん。それを聞いたときに友達はゾッとしたらしいんですよ。なんで？なんて話してんの、この二人って。そうですよね。要は、その先生って呼ばれてる人が、王さんっていう家の子になりたい人っつったら、みたいになって、二人が手を挙げて、それが妹とお姉ちゃんだったってことですよね。そうなんです。で、子供って選ばれてくる、選んでそのうちに来るっていう話も聞くじゃないよですくか。聞きますね。子供が選だかぶっらなんかて。辻褄が合うなって思ったんです。それで、早くうちの子も生まれて、早く3歳になんないかなと思って。聞きたいですよね、そういう話。そう。で、ようやく3歳になって聞くときが来たんです。なるほど、自分の番ですね、ついに。で、本に書いてあった通りのやり方で、3歳なんて言ったら何のお腹の中の構造も知識も何もないわけじゃないですか。もうあれですもんね、リスナーさんからしたらもう3、4年間ずっともう楽しみにしてたイベントですもんね、これは。もう待ちに待ってた日ですよね。要はもうそうなん3です、年そうなん越しです。だし、友まあ、イ達ベントはです。イベントですよね、ももう、う。かたくなに、3歳までは絶対聞かないように。思ってたんで、なるほど。それでやっと聞く機会が来て、ほさりげなく、う。ほう。ね、男の子なんですけど、何々くんは、お腹の中で何やってたの？って聞いてみたんですね。お腹の中でそし何たやっらて。ね、お腹の中でいつも泳いでたよって言うんですよ。ほう。記憶あるんだ、やっぱり。へえーって。で、お腹の中で、他には何してたの？って言ったら、ウーロン茶ばっかり飲んでたって言うんですよ。ウーロン茶ばっかり飲んそでれた。は、私は妊娠中炭酸とかそういうの一切飲まないようにしてたんで、ウーロン茶ばっかり飲んでたんです。お母さんが飲んでたのを覚えてるっていうことなんだ。味っていうか、へその緒で。結局、水分を、自分が食べたものとか飲み物って子供に影響するっていうのを妊娠中に読んでたんで、飲むから。だから、炭酸類とかそういうの一切取らずに、でおも、茶とかウーロン茶を飲んでたんです。ウーロン茶って結構カフェイン強いですよね。まあ、今思えばそうなんですけど、ウーロン茶ばっかり飲んでた。で、それも当たってるんですね。おお、すごい。それで、で、僕が生まれた時に、たくさんの人たちが僕を覗き込んで、おめでとう、おめでとう、よかったね、よかったねって言った。
覚えてるんだ。だ、やっぱり覚えてるんだなって。で、まあ、へえ。それ以上のことはもう聞きませんでしたけど、ほほほほほ。まあ、だから、皆さんもね、子供が、3歳になったら、なったらぜぜひひ、子供の時さり何げやっなてたの？く、お腹の中で何やってたの？って聞いてみればいいんですか？そう。で、もしかすると、賢い子は前世の話もするかもしれなるほど。でもすごいですよね。そのなんか天国で階段がどうのこうので手挙げてたっていうくだりは。そうなんですよ。でも、子供が何気なく発してた会話らしいんですね、それは。なんかでで、も、友達は全くそんなこと信じてなかったし、3歳までに聞かなきゃいけない話も知らなかったから、まあ、たま何たま、の話してんの、この2人ってなったらしいんですけど。もうだから偶然ですよね。そう。いやー、不思議ですね。本当に。そう、実際、和道さんは子供を作るかどうか分かりませんけれど、ぜひできたときは聞いてみてください。わわかりかまりしまた。す。ありがとう以ござ上い、です。ありがとうございます。いや、もう大変す本当みまにせん。なんかそういうね、不思議な話、いろんなジャンルで。いや、もう本当ありがとうございます。勉強になります。いえ、ままた、た潜って見させていただきます。ぜひぜひコメントもたまには書いてください。わかりました。はい、ありがとうございました。匿名失礼しさん、ます。失礼しはい、失ま礼す。します。はい、匿名さんからの凸でした。ありがとうございました。ババア率高えな。ババアばっかりなの。あと、ババア話下手だな、全員。話が、ババア話下手だな。相づちも下手だな。いいよね、ババアの話し方ってね。ババアの話面白いな。こういう時いいよね。いや、すいません。すいません、どうも。いやー、まあまあ、でも女の人の方がやっぱこういう神秘的な話、いや、ババア、相づちとか話のオチとかのタイミング下手すぎるだろう。こっちはさ、リスナーさんのことを考えて、強弱つけてるつもりなのに、話聞かねえんだよ、今かけてきた3人のババア全員。今からオチだなっていう絶妙のタイミングとかさ、ここ補足説明が必要だなとか掘り下げなきゃっていうところをちゃんとやってんのに、ババア話聞かねえんだよ、本当に。いや、ババアに愛されてる放送だね、相変わらずね。ありがとうございます。ババアは路上の会話うまいんだよ。だね、テンポ感がね、放送向きじゃないんだよね、やっぱり。ババアは話はうまい。話はうまいけど、ラジオとか放送向きの喋りじゃないの。テンポを落とすと突っ走ってくるから、ババアはやっぱ全力疾走だからね。いや、でも、ババアはやっぱ面白いですよ。はい、もしね、スピリチュアルな話とか不思議な話、心霊体験などありましたら、ぜひぜひ、素晴らしい話いっぱい聞けてるんでね、ぜひ我こそはっていう、ババア、元いリスナーさんね、ぜひ一つかけてきてください。これでもなんかね、シリーズにできそうだよね。人の話を聞いてほしい年代が似通ってるんだろうね。いや、やっぱね、この話は私に任せろと。まあ、結構、珍しくいっぱいかかってきて嬉しいっすね。ラグもあるかな？どうだろう。じゃあ、皆さん手挙げてください。5秒後に。5、4、3、2、1。のって書いてください。お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10秒、11、12、13、14、14秒ラグ。そんな問題ないですね。最速で14秒ラグです。大丈夫です。もしね、私ちょっとラグってるなっていう、14秒以上にラグってるなと思った人は、一回出て入って戻ってきてください。で、フォローしといてください。よろしくお願いします。はい、みんな、ノーありがとう。いや、面白いね。でも、なんだろうね、前世ってやっぱりあるのかな？
そういうさ、子供の時階段でどうのこうのって聞いたら、あ、やっぱ前世ってあるのかなって思っちゃうよね。思わない？何なんだろう、不思議な話だよね。だからその兄弟はもともと知ってたんでしょ？もうその家に行くっていうか、フォローありがとう。ねえ、つながるっていうのが。皆さんね、全然他愛もない話でいいですよ。不思議ね。X ファイルですから。ジャンル的に言うと。ててててんててん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 です。ジャンルは。ぜひ皆さんかけてきてください。男の人でも全然いいですからね。なんか不思議な話ってなんかいいよね。でもなんか子供の話はほっこりするな、なんか。でもね、びっくりするだろうね。ウーロン茶ばっかり飲んでたってことはさ、子供がウーロン茶飲んでたよって。あれはね、違うんだよ。動画のね、糸がね、ちょっとずれてるんだよね。その足が見えてるんだよ。だから足見えてるからこれ霊じゃないよって言ってる人いるんだけど、そうじゃなくて、俺、あの距離にいて見てない、誰もいないの、確認してるのよ。ただ気配があったから振り向いてるの。あれ、なんか来たみたいな。実際何も見えてないのに足が映ってるっていうのが怖いっていう意味で、あの動画アップロードしてるのに、いや、足見えてんじゃんって言われて。いや、違うっつってんの。そう。なんかカットする編集点間違えたんだよね、俺が。そう、前の下りに誰もいないじゃんって言って、でも映ったよっていう怖さだったんだよ。いや、わかんないよね、そこは。そんな動画あったの？え、見ます？見たい人手挙げ。すごかったよ。3日間でね、10万リツイートかな。動画見ます？僕の心霊の。その今話したやつ。見たかったら、多分ね、去年か一昨年ぐらいの動画なんだけど、もし見たかったら、今再生しますけど、見てみます？そう、結構ね、ツイッターがバーって騒がしかったんですよ。多分一番再生数多かったんじゃないかな。いきまーす。インコのピーちゃんだねは全部間違ってるわ。文鳥の釈迦だわ。こうやって中央公園ですね、これ、新宿の。で、タバコ吸ってたんですよ、喫煙所で。で、すりガラスの左側見といてください。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。で、タバコ吸うでしょ？で、振り向くのよ、気配感じで。ほら。で、消えるんで。怖くない？これ。で、リスナーが騒ぎ始めんの。え、なんか映った、なんか映ったって。でも、俺は見てるのよ、振り向いて。そのカメラに映ってないけど。インコのピーちゃんだねは全部間違ってるわ。文鳥の釈迦だわ。こういうのがいっぱいあるんだよ、俺の放送。気持ち悪いよね。で、足はちゃんと映ってるんだよ、これ。ただ消えるんだよ、この人が。だ、タイムトラベラー説とかいっぱいあったんだよね。気持ち悪いでしょ、これ。気持ち悪いでしょ？こういうのもいっぱいあるのよ、俺の放送。だから普段、心霊配信じゃないやつでも結構いっぱいありますよ。気持ち悪いよね。もう職場で見て気持ち悪かったもん。次の日もリスナーさんが騒いでたから。いや、やっぱタイムシフトやばいよ、見て。あと、関慎吾さんとのコラボの時に、関慎吾さんの、その運転してるここのガラスに女の人がずっと慎吾さん見てるっていうのもあったし。怖いよね。影にしても変なんだよ。フォローありがとう。慎吾さんのやつ見てみようか、じゃあ今度。写真に撮ってあるけど、結構古いやつだけど。いやー、テレビとか、いや別に買わなくてもいいけど。いや、あれは怖かったね。いや、今、慎吾さんのやつ見せるね。慎吾さんとコラボしてるときまたリスナーさんが、
その、いや、ワドまた映ってたよってなって、え、またってなって、もう結構相変わなんつうの定番になってて、俺の中ではまたかみたいな。ちょっと今探してみるね。慎吾さん、慎吾さん、どこら辺だったかな。どっかあるかな。なかったらごめんね。あれ消えてるな。慎吾さんとのコラボっていつぐらいだったっけ。あれ消えてるな。スロー再生とかできたりしないの。できるよ。うん。あ、会社行ってらっしゃい。なんだろうね。あれ何だったんだろう。俺もちょっとよく分かんなかったんだけど。気持ち悪かった。慎吾さんの写真なくなっちゃったな。なんか出てこないわ。出てこないわ。ごめん、出てこない。なんか知んないけど。ないっすね。風船プレゼントありがとう。アイテムありがとう。何なんだろうな。なんか幽霊がデジタル対応にしてくんのすごい嫌だよね。慎吾さんの写真がないな。うん、結構いっぱいありますよ。でもちょっと出てこないね。なんでだろう。風船プレゼントありがとう。アイテムありがとうね。うん、アイテムありがとう。うん、幽霊っているのかな。あ、でも神様の話面白かったな。ちょっと神様が迎えに来て北西の方角にっていうの良かったね。北西の方角に向かうっていう。あー、さっき匿名さん花火ありがとうございます。アイテムありがとうね。ちょっとトークの途中だったんでトーク集中させてもらいました。すいません、お気遣いありがとうございます。YouTube に動画なら上がってる。あ、マジで URL 貼ってもらうことってできます。本当か嘘かわからないけど、デジカメとかで撮った心霊写真ってデータが消えるって聞いたことがある。どうなんだろうね。それ怖いな。マジか。そうそう、車で走ってる時窓に女の人の霊が映ったってやつね。今話してるの。それ残ってんのかな、動画に。異常現象の部分が消えたりするんだ。ニコ生の時やったな。あのアメリカ版コックリさん、チャーリーチャーリーアーユーゼアってやつやったな。懐かしいな。アメリカ版コックリさんがあるんですよ。さっきのすりガラスじゃなく曇ったガラスの反射の反射性の板でしょ。前を通った人が映ってるだけだよね。いや、だからあのそういう話じゃないんだよ。そういう風に誤解されてんのよ。あの放送は俺が目視で誰もいな、なんか雰囲気を感じてパッて見たんだけど、誰も見てないのになんか映ってたっていう怖さなのに、そこを誤解されてるんだよね。足もちゃんと映ってるんだよ。あ、なんでもいいよ。URL ありがとう。見てみようか。ちょっと待ってね。あー、これこれこれ、ありがとう。これがそうだね。これです。ここ映ってるでしょがっつり慎吾さん見てるでしょ。これこれこれ、ありがとう。うん、これです。怖くないこれ。なんかそのリスナーさんにその心霊現象映ってたよって言われて、これの他にも映ってるらしいよ。なんかこの動画の中に関慎吾さんとコラボってふわっちでやったんだけど、怖いよねこれ。気持ち悪いよね。そう、気持ち悪いでしょ。怖いでしょ。これこれこれ、今話してたので、こっち側にも映ってるって聞いた。この後に
これだけじゃないっていう。こういうのがいっぱいあんのよ、俺の放送。で、リスナーさんが、もうなんか心霊結構、のんちゃんも結構、なんつうの、放送で今映ってたよって昔から教えてくれるリスナーさんだったの。そう。だから、この後逮捕されるっていうか、補導されるんだけど。そう、こういうのが結構多いんですよ。慎吾は否定してたよ。いや、別にいいけど。うん。でも気持ち悪いよね、なんかね。こういうのが多いんだよ。あ、なんか検証されてるわ。他の人がね、作ってる動画があった。ちょっと見てみましょう。ちょっと待ってね。あれ？インターネット繋がってる？え、なにこれ？なにこれ？インターネット見えてますか？あれ？なにこれ？え、なにこれ？なにこれ？ちょっと待ってね。え、なにこれ？今見えてる？今ネット見えてる？みんな。え？繋がってる？え、なにこれ？え、見えてますか？ん？もしもーし。見えてる？なんだ？ネットが止まった？え、見えてる？ちょっと待って。え、YouTube が再生できないんだけど。え、なにこれ？なにこれ？え、おかしいんだけど。え、なにこれ？なにこれ？ちょっと待って。クリックしても、ほら。進まないの、さっきから。え、なにこれ？え、怖いんだけど。え、なにこれ？え？え、なにこれ？ここに編集されたやつがあるから見てみようと思って。あれ？なんでこれ？え、なにこれ？これ再生できる？お？なんだこれ？これが再生できない。なにこれ？怖いんだけど。え、なんで？怖っ。ぶっ壊れたわ。怖っ。なにこれ？なにこれ？なんで再生できないの？よくわかんねえわ。ありがとう、教えてくれて。あ、来た来た、今来た。え、なにこれ？今来たんだけど。え、なにこれ？え、見る？なんか嫌な予感すんな。ちょ、見てみましょうか。今、つながった。え、なにこれ？ちょ、待ってね。まあ、慎吾さんの予想だと彼氏は今いないんですもんね。てか、昨日言ってましたから。ああ、言ってたんですか、放送で。なんかまた彼氏とかができたときに、はい。慎吾がまた友達に戻ったら、そういうとき発狂してしまうからみたいな。おー。だから戻れないみたいな感じだね。で、それで、なんかその、はい。その後、昨日なんか、本当は彼氏いるんだみたいな。ああ。俺がなんか彼氏いたら、できたら諦めるみたいな言った後に、はい、なんか彼氏が、この辺が取ってつけたよみたいな。で、それで、はい、なんかそれをこう、じゃあいつできたのみたいな、うん。この前の彼氏とは、だってまだ別れて本当にまだ間もないでしょ。いろいろそう言っても何も返ってこなくて、はい、で、そんな嘘つくないよって、はい、絶対嘘だったりとか、でも、そんだけ嘘ついてまで、うん、俺と離れたいのかなと思いましたね。うん、まあ、それは絶対そうですね。それで、なんだろう、本当にいるとかなんか言ってもないし。第一、その、なんだろう、2時間前ぐらいとかに普通に彼氏いないみたいなこと言ってましたから。はい。うん、まあ、その間接的に。うん。今映ってる、映ってる、映ってる、映ってる。映ってた、映ってた。ほら見える？恋愛って難しいですよね、すれ違いだから。本当にだってね、正直そのマークエリオンの時に付き合っちゃうこともできたわけじゃないですか、ほぼ 100%。 よくこんなの見つけるよな、リスナーさんも。いや、うん、多分働いてたら、僕が働いて部屋一緒に借りてたら多分。じゃあもう働いて部屋借りちゃえばいいんじゃないですか。いやー、無理だと思いますよ。でも今更多分正直無理だ。働きたくはないんすか？まあ
そうっすね、まあ、配信やりたいっていうのもある。あ、映った、わ、はい、かる、今の一瞬だよ、これをよく見逃さないよね、この一瞬だよ、この一瞬だぜ、この一瞬、ちょっと3秒前ぐらいから流すよ。よくこれをさ、リスナーさん報告するよね。まあ、そうっすね。この一瞬だぜ、ほら。わかる？この一瞬だよ。すごくない？これを見逃さないんだぜ。すごいでしょ？配信やりたいって。これで報告が来るんだもん。でも何なんだろう、その配信やってるより、あ、じゃあ、働いてるより配信やってる方が稼げるのに。ぶっちゃけそうなんですよね。そう。でも他にも映ってる。はい、他にも映ってるって言ってたよ。この辺になんか映ってましたよっていうのもあった。この辺とかにも映ってるっていう報告あったけど、検証はしてないんだよね。まあ、定食ってところなんですかね。出てて、ね、すごいよね。だから、霊感ある人はわかるんだろうね、多分ね。その、あ、今なんか変な雰囲気だ、みたいな。すごいよね。こういうのを見逃さないんだよ、みんな。なんでクリックできなかったんだろう。ちょっとそれがよくわかんねえわ。そっちの方が怖えわ、俺は。ねえ、なんかやだよね。気持ち悪いよね。鳥肌立つよね。しかもさ、人の枠じゃなくて自分の枠だからさ、なおさら後から嫌な感じになるんだよね。え、なんなのこれ、みたいな。なんなのっていう。すげえ嫌な感じだよ。目が行くっていうか気づくんだろうね。普通の人だったら見逃すじゃん。いや、こんなの何でもないよっつって。でもね、あの、それが不思議なんだけど、3人4人一斉に来んの、こういう時って。 DM とか LINE とかでキャプられて、同時ぐらいのタイミングでブワーって来んの。映ってたよ、映ってたよ、映ってたよって。今クリックできた。今は治ったよ。うん、LINE が来るね。うん、俺は霊感ない、ない、ない。俺は霊感ない。全然ない。うん、全然ない。全然ないです、僕は。俺は霊感とか全くないんだよな。むしろ疎い方なんだよね、そういうの。全然鈍感だね。だから後から言われて、うわーみたいな、やだなーっていう。一番ひどい時とかさ、ポスターが瞬きしたことあるからね。これも怖い。なんだろう、これも怖いって。え、なにこれ。見てみようか。俺初めて見るかもしんない。
見てみようか。みどりさんの動画ちょ見てみようか。ここに注目って出てる。ここに注目。みんなここ見といて。鶴瓶だとか、ね、鶴光だとかさ、ね、こういう煽り言ったんだって。そうしたらさ、やっぱり人の名前間違えるなんてさ、最低な行為じゃないですか。あ、怖っ。それでですね、ね、鶴野さんがですね、ね、怖い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 。これが原因の一つ。っていうかさ、ここ有名だよね。みどりさんのここやたら映るって有名だよね。ここに注目。みどりさんのここは結構有名なんだよ。あの、ここに顔が映るっていうの。もうここ、あの、ダメなスポットって有名だよ。水子の例とか言って。鶴子だとかさ、うん。これ別バージョン見たことあるもん。煽り言ったんだって。そうしたらさ、やっぱり人の名前は間違えるなんてさ、最低なんだろう、これ。それでですね、ね、鶴野さんがですね、怖、うん、ね、気持ち悪いよね。怒ったんだ、うん。これが原因の一つ。次はお前な、え、あの、僕、喧嘩売ることないですから。私ね、怖いよね。アウトロー関係者とかだったら、ホープさん、ホープさんグループでしょ？一番怖いの。情報部によるとさ、ホープさんグループ怖い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 一番怖いの行きますよ。どれだったかな、あのね、野田ゾーリの家に出てくるやつの方が怖いんだよ。野田ゾーリのやつの方が怖いんだけど、これ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 だっけ、ここら辺に映るやつがあるんだよ。これだっけ、え、野田ゾーリの心霊どれだっけ、どうしたんだろうな。ここなんだ今の。俺の顔が。激強なみょほれん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 激強。どれだったかな。三輪明宏さんが南妙法蓮華経法華経が一番効くんって言ってた。三輪明宏さんが言うんだから間違いないでしょ。ここに映るやつがあるんだよ、ここに。これ聞き目ねえな、ほんと。これやめとけって。ちょっと怖いからやめとくわ。こいつ攻めすぎだろ、こいつ。これはダメだろ。これはダメだわ。これ聞かねえわじゃねえよ、ほんと。こいつ攻めすぎなんだよ。ちょっと、あの、大人の事情で、あの、やっぱ人のミラーは怖いですね。あの、不謹慎すぎるわ、こいつ。うん、男が映ったっていうか、うん、そう、野田ゾーリのアクティブさが嫌だわ、俺。そっちの方が怖いわ。いや、もう、会員数考えろよっていうね。ムネリンは攻めすぎだよ本当に。攻めるよムネキュンは。不謹慎だよな本当。本当不謹慎だよな。あの敵を作りすぎるあいつは。どっから手に入れたんだよなあの写真も。あ、そうなんだ、キャスバーにいたんだ、珍しいね。
おはよう。おはよう。あ、YouTube 来たかな。ちょっと待って。見てみようか、さっき言ったやつ。野田の心霊動画が一番やばいよ。俺が見た中で一番怖いのこれだね。まあ、みどりさんのここもやばいけど。みどりさんのこのスペースはよく映るんで、あとこの辺とかも映るんだよね、結構。だからこのスポットやばいんだよね。あれ、嘘、嘘。僕ね、野田のやもちょ野田のやつ貼って、野田のやつ僕、あれ誰かいたんだよ、あれは。絶対あんなもん起きねえからさ。野田のなんか部屋にさ、手がブワーって出てきたやつでしょ。手じゃない、顔だわ。あったか、これね。ちょっと見ていこう。じゃあ全部僕が検証してやるよ。まず、野田草履のやつね。これいいね。これわかりやすいか。野田草履の、こちらのね、これ注目していただきたいのはこれがっつり顔が出てんじゃん、ま、これが本当かどうかってこと。これ超怖いよ。これ顔っぽく映ってんじゃん。あれでも動いてんのこれ。そう、動くんだよね。何これ。部屋の中で覆面が一番怖いとか言って。そうね、ちょっとみどりさんに顔が似てんだよね。これ消えるんだよね。やばくない？これ。これなんだと思う？これ。喋ってんだよ。動いてんだな、でもこれ。人がいたんのかな、これ。うん。やばいよね、これ。わずかに動いてるんだけど。喋ってんだよね。で、消えるんだよ。消えた。やばくない？これ。これやばいでしょ。怖っ。人っぽく見えるけど、違う気がするけどね、これ。人のさ、目と鼻と口があればさ、人の顔には見えるけど、これ。いや、気持ち悪いよね、これ。これ俺一番怖いと思うわ。これが多分心霊現象の中で一番怖かったやつだね、俺の中では。これ誰か分かる、答え分かる人いる？これ今の、これは、これ怖いよね。俺はこれ見一番気持ち悪かった。これが目口鼻がはっきりしてるじゃん。いや、お前だろって。一瞬僕もポリヤキかなと思ったけど、ロハがだ、ロハが寝てるっつうの、薬飲んで。何なんだろうあれ。怖いよな。これが一番俺も怖いと思う。そう、もうはっきり映ってるんだよ。バッチリ系なんだよね。バッチリはやだよな。やだよね、なんかね、後味悪いよね。後味悪いわ。怖い。ロハコだろっつって。あれ、ロハコさんと心霊スポット行った時の心霊写真とかまだ残ってるかな。結構あるんだよな。心霊写真いっぱいあるよ、ロハコさんと心霊枠やった時の。ちょっと見てみようか。もうね、逆に言ったらね、心霊写真と心霊動画がありすぎて逆に覚えてないぐらいなんだよ。どれだったっけな、やばかったやつ。ロハコさんと行くとほぼ 100% 心霊写真は撮れるかんね。ちょっと待って、心霊写真、ロハコさんとのやつ。なんかあの富士の樹海に行った時に撮れたやつがあるから見たい。富士の樹海、あれ違うな、これのんちゃんと出会った時の写真出てきたから違う、もっと後だな。
結構はっきり映ってたよ。どこだろう。あれないな。ロハコさんといつ行ったっけ。止まってね。ムネキュンがロハコさんに彼女、うん、ロハコさんに彼女できたっていう話をしてた。今日？え、今日？え、ロハコさん彼女できたの？え、ロハコさんだって9割ゲイだよ。はい、ワダツー。ロハコさんには彼女できてないでしょ。あれ捨て頃の写真になっちゃったな。ないな。え、いつ頃行ったっけ。あれ沖縄の写真、沖縄の後だったっけ。ちょっと待ってね、写真が多すぎて。あれいつ行ったっけ。あれデータがない。え、なんでデータがないんだ。え、なんでデータがないんだ。え、これロハコさんって言ったよな。モグゴリの一日店長、おとといスキャンダル。え、ロハコさんに彼女ができたって本当なの。俺すぐ裏取れるよ。絶対嘘でしょ。あれなんでデータがなくなんだ。富士の樹海に行ったデータがなくなってる。捨て頃でしょ。まさか。ちょっと待って、あった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 。結構怖いよこれ。ちょっとね、これ伝わるかどうかわかんないんだけど、これ富士の樹海の有名な写真なんですよ。これ見たことあるでしょ。看板、富士の樹海の看板で、あの、命はあの神様からいただいた大切なものですって有名なんだよ、ここ心霊スポットの。これわかる？この写真わかる？ちょっとキャプチャーするから待ってもらってもいい？ちょっと画面上に表示させた方がわかりやすいから。ちょっと待って、これデータでパソコンに送るわ。これ知ってるでしょみんな。命はいただいたものですって、その自殺しないでくださいっていう看板、これの写真が、これを待ってね、これをとりあえず送るわ。ちょっと待ってね、 LINE に送ろう。で送るでしょ。でそうすると、ちょっと待って、今引き伸ばさないとこれうまく伝わんないんだけど、あれっつって車の中で気づいた。あ、たたきさんありがとう、アイテムありがとう。これキャプった方が分かりやすいから、ちょっと待ってね、キャプるから、今キャプります。まずこれがその元写真なのよ。見えてる？命は親からいただいた大切なもの。もう一度静かに両親や兄弟、子供のことを考えてみましょう。一人で悩まず相談してくださいってあるじゃん。で、問題なのは、ロハコさんの方なんだけど、ここ。ちょっと待って。耳のところに
3体ぐらい映ってんの分かる完全にロハコさん取り憑かれてんの。ここ耳んところ分かる？ロハコさんの耳んところ、これね、画像をね明るくすると分かるんだけどね、分かる？完全にね3体ぐらい顔が映ってる3体ぐらいね顔ががっつりね、もうなんか生き霊みたいなのが映ってるんだよねお前ロハコさんの顔の方が怖いんだけどロハコさんの顔の方が怖いってすごいよ、うん、これロハコさんの顔の方が怖いんだけど、うん、チーボボ、え、先日は話聞いてくれてありがとうございました。え、なんか話したっけ俺。うん。これは怖かったな。ここに耳元に映ってるんだけど、うん。でも探したらなんかいっぱい出てきそうだよなこれ、うん。なんかいっぱいいそうだよねこういう写真って。どっか拡大したら出てきそうだよな。シーマンみたい。探してみようか、ちょっと。どっか映ってるかもしんないから。うん、特にないか。特にないか、大丈夫か。おはこさんと目が合っちゃう。初見さんいらっしゃい。特に映ってないかな。大丈夫かな、うん、大丈夫そうだね、まあ、こういうことがありましたね。和道さんの目が怖い。そう、うん、あれどこ行った。セッティング元に戻しておくと。よし、うん、介護のことに、ああ仕事だいぶ前のことね。はい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 、介護の仕事に進むことにしたんだ。頑張ってねチーポポ。うん、思い出した思い出した。コメントでね相談してたね。パチンコ屋にするか喫茶店にするか介護の正社員の道に行くか悩んでたんだよね。うん。ああ、いいじゃん、いいじゃん。うん、頑張って。うん。うん、よかった、よかった。頑張ってればいいことあるから。間違いなく。ロハコさんに彼女できたって本当なのかな。介護大変だよね。うん、頑張ってね、うん、みんな応援してるよ。腰やられるからね。みんなそうだよね、介護の人は。腰やられちゃうよね。あ、夜勤終わった？ゆめこさん、お疲れ様。お疲れ。ドリンクは切れたな。水飲むか。節約。ちょっと水取ってくるわ。
財政なんだからね。俺らもでっけえ太いリスナーさん捕まえようぜ。タッグ組んでガッチガチに太い花火師さん捕まえようぜ。囲い込もうぜ。和道リスナーで包囲網しよう。花火投げる人をタッグ組んで神対応しよう。あの花火を投げてくれた人を立て祭ろう俺らで。接客してリスナーさん、接待接待。いや立てまつろうよ。いや包囲網だよ。ワドツホーイモー。いやだってさ、テルチャンピンとこの前コラボしたけどびっくりしたもん。黄色いコメント、黄色いコメント、あんな生主じゃなかったんだから。おマジでびっくりしたよ。歌歌ってるだけで一枠でいくら稼いだと思う。3万5000円だよ。カラオケ歌ってるだけで3万5000円稼いだんだよあいつ。いやビビるっしょ。もうずーっと花火上がってんの、一曲ごとに。なんだこれと思った。俺なんか一曲歌うごとにクレーム来るんだよ。全然違うんだよ。あんなキャーキャー言われる配信者じゃなかったのにさ、びっくりだよね。かっこいい、チャンピオンありがとうとか、歌素敵とか、隣で聞きたいとか。俺なんか歌ったら死ねって言われるかんね。びっくりするよ。毛色が違いすぎる。いつからあんな感じになったんだろう。なんかイケメン風になってんの。なんか変わったよねテル。何この温度差と思ったもん。すげえイケメン風なの。おはよう。あと TCP、アット TCP 率がすげえ高いんだよ。すげえよなあれは。ずっと花火もらってるもんね。一番怖いわ。チャンピオンは花火もらいやすい配信に変わってしまったとか思って、え？花火もらいやすい配信変わってしまった。何なんだろうね。もう花火投げるのが当たり前みたいな、なんかもう投げる空気になってんので、アンチコメントとか来ないんだよね。もうね、多分ね、ここ書きづらいみたいな雰囲気になってるんだと思うよ。ここはなんか俺らの居場所じゃないみたいな。あー、ありがとうカルンさん、ありがとう。お前ら囲い込め。お前らカルンさんをもてなせ、もっと。カルンさんを逃すな。カルンさんに接待コメントしなさい。仕事しなさい、仕事を。なんだろう、あの雰囲気。アイテムを、その、じゃんじゃん投げるっつうか。すごいよね。いやー、ビビるわ。おはよう、あやちゃん。おはよう。今日だよね。完全に今日だよね。シャンピン今日。なんかそのサムネいいね。かわいいね。
あーいいね、秀隆さんありがとう。いやだからね、何で花開くか分かんないよ本当に。どういうところで花開くか本当に読めない。配信の世界は流れがあるからね。俺のピークは80万か。100万行きたかったな。カルンさんが歩いた後虹ができるって本当ですか？本当です。あの雨上がりに五光が差すからね。カルンさんにピンスポット当たるから、ファーっつって太陽のピンスポットが。そう、やっぱ花火師さんは特別扱いしとこう。みんなで囲い込もう。やい、花火ありがとう、カルンさんありがとう、ありがとう、やだーっつって80万でもすごい。いやーほら、不安がやばいから、プレッシャーがやばいから、蓄えたいね蓄えたい、いやーそうなんだよ、花開くのと同時に落ちることもあるからわかんねえよな。ほんと怖えよ。胃が痛いもん。毎日毎日。毎日毎日、うなされてるからね、もう。でもブロックは定期的に入れてかないとダメだわ。あのやっぱ相当数入れたから荒れなくなってきたもんね、最近枠が。やっぱブロックは大事。最近枠が全然荒れないよ。減ったでしょ、ブロックガンガン入れてるから。やっぱね、とアンチコメント書くの特定の一定数の人間だけなんだよ。もう放送やってて気づいた。あのうまくやってるやつは自然とサイレントブロックをぶちかますっていう。カルンさんが外に出ると雲、外が曇っててもカルンさんの上だけ雲が晴れて光が差すって聞いたことがあります三輪明宏かよっていう。三輪明宏が実際そうらしいよ、俺生で聞いたもん、体験談。三輪明宏が車から出た瞬間にそこだけ丸く太陽のピンスポット当たって、周りが雨降ってんのに三輪明宏だけその雨が当たんなくて、ふわーってこうその太陽が開けて三輪明宏中心にで虹がかかって、三輪明宏がターンこう回転くるってモデルみたいに回ったらバサって服がこうマントみたいにふわって舞って、そのままスターって歩いてったって。自営業は不安になりますよね。私はアフェリエイトがですが、不安は常につきまといますし、いやまあまあしょうがないよね。アンチ減ったっつうか、もう2フラムしたかんね俺は。でも結局閲覧数も減ってないし、フォロワーも減ってないでしょ。ありがとう、花火ありがとう、カルンさんありがとうございます。いやもうほんとらしいよ。俺もだから三輪明宏なんか霊能力ほんとかよって言ってる人だったんだって。三輪明宏っつってもまあなんかあれでしょ、スピリチュアルの人でしょっつって、偶然青山になんか古いクラシックカーに乗ってんだって。ブルルーンって言って、あー古いピカピカのクラシックカーだと思ったら三輪明宏出てきて、ピンスポットで光が降り注いでふわーって雨が開けて虹がかかってファサッてターンしたら、こうマント、ふわっとしたマントがふわってこうはだけてスタースタースターってこう街に消えていくっていう。田崎さんもありがとう、あやちゃんもありがとう。すごいよね、三輪明宏伝説。結構でもそう、目撃情報新宿とか飲み屋とかにいっぱいあるけど、やっぱ本当にそういう人らしいよ。なんかもう全然次元が違うんだって、三輪明宏さんは。うん。江原の方と本物って言ってたからな、見る目はなさそう。どうなんだろうね。そこだよね、結局。江原、うん、俺ね、でもね、細木和子は本物だと思うの。で、何が本物っていうと、三輪明宏って、
その宮城宏じゃねえや、細木和子のすごいところって、出版ブームのピークの時に本でベストセラー売ってるし、テレビ業界が一番ピークの時にテレビで冠番組持ってるでしょ。で急にテレビ業界が衰退するタイミングで消えてるのよ、撤退してんの自ら。で今度ウェブのメールマガジンで儲けてんのよ今。すごいんだよ、的確に自分のビジネスセンスっていうか、その六星戦術っていう武器を使ってるけど、全部その業界のピークのところにいるんだよね。すごいよね、芸能人オーラあるよね。俺あの能年ちゃん、のんちゃん見たことあるけど、めちゃめちゃ美人だったよ。もう顔の作りとかが違うの、もうとんでもない美人いるなと思って。もうその可愛いなとかナンパしたいなとかじゃなくて、もう作りが違う女の子がいるのよ、同じ人間かみたいな。で帽子かぶってたんだけど、ファーって覗き込んだら、うおーと思って、能年だと思って、昼休憩なんか飯食ってたね。うん、筋トーン乗ってんだろうね。うん、ありがとう。すげえあげるな、カルンさん、ありがとう。すげえな。もっとおだてろみんな。もっと立てまつれカルンさんを。ありがとうカルンさん。なんかでもそのオーラって何なんだろう。俺はオーラって本人が作るものじゃなくて周りが作るものだと思う。あ、わかる。ちょっと発達障害っぽい目だよね。特有の可愛さっていうか。発達障害の子ってさ、目がキラキラしてんのよ。子供みたいな目っていうか。わかる。メンヘラの目だよね。メンヘラってだから可愛いんだよ。能年ちゃんは多分発達障害っぽい目だよね、あの可愛さは。すげえわかるわ、それ。メンヘラの女の子って可愛くない？うん、カルン様っつって、うん。メンヘラの女の子可愛い。なんかあれだな、スポーツしてえな、スポーツ。もうあれだね、トツかかってこなそうだね。でもなんか女の人がすごいこういう話好きなんだっていうのにね、やっぱあと最近思ったけど、あの女性リスナーがコメント書かなくなってたのが原因だなと思ってて、やっぱりね、あの俺おばちゃんおじさんに愛される放送だから、今日のトツでね、やっぱね、愛すべきババアがまだ生き残ってたっていうのは俺は嬉しかったよね。ロムってただけでババアは生きてた。名言だよね。ババアは生きてた。まだ俺はババアに見捨てられてなかった。うん、ババアに囲われてこう。やっぱり。誰よりもババアに愛される配信者を目指そう。うん、ババアは話が下手とか言うから。いや、俺の可愛い可愛いババアたちだからな。俺の可愛い可愛いババアたちをディスるな。俺は言っていいんだよ。俺のババアだから。ババア話下手だろ。じゃあ話が下手なんじゃないんだよ。話は上手いんだよ。なんかね、やっぱね、なんか突っ走ってくんだよね。なんか、フルスロットルなんだよ。カルンさんが触れたものは全て元気になり生命を吹き返す。ババアは生きてたね、まだ。よし。ババア集めよう。ババアに愛される配信者はきっと成功する。息が長いと思ってるかな。だから結局若い子にチヤホヤされるタイプの人って、その人気があるって感じなの。俺は花があるっていうか。でも年を取っていくとそういうのって廃れていくもんだと思ってるのよ。だからテルチャンピンが30歳になった時どうなるのかっていう話よ。で結局俺の場合ってさ、ババアは永遠にいるわけじゃん。で、ババアに愛されるって、そこはすげえ得だなと思ってる。うん。だから、ババアにどんどん、玉じゃねえよ。能面玉じゃねえよ。いきなりぶっこんでくんだよ。あーちゃんいらっしゃい。おはよう。うん、
だからね、やっぱね、ババアジジイに可愛がられるっていうのは俺のなんかこう持ち味だから、そこは大事にしていきたいよね。若いやつはいいや、もう。てるちゃんびんに本音を聞きたいもんね。カレンさんありがとう、本当にチュッチュ、カレンさんありがとう、ありがとうございます。本当にたくさん花火ありがとう、うん、日本中にいるババアを集めよう。ババアの受け皿、ババアとメンヘラ任せろ。ババアとメンヘラとおっさんの経営者、この3点セットだよこの3点セット。まあでも俺の放送はなんだろうね、ババアに好かれる要素ってあんのかな。ちょっとババアたちちょっとコメント書いて、ババアは和道の放送のどこが好きなの、ちょっとババア書いて、本音トークしよう、本音トーク、なぜババアに愛されるのか。昔は高校生が時代の流れ作ってたけど、これからはババアが流行の先取り。あね、違うよ、世代が多かったんだよ、その高校生が時代作ってた頃って。生き残る確率で言ったら高い方だと思うよ。ババア何歳から、34超えてからババアにしよう。32か34とか超えたらもうババア。34歳までは女だよ。女じゃなくなったババアたち。部屋とワイシャツと私みたい。私綺麗っつって。会話のリズムか。テンポ感。ババアをメロメロにする色気を出しておこう。礼儀正しくて可愛い。ありがとう。どこがってなんとなくだよ。逆切れパターン。ありがとうございます。まあ40、時間帯プラス、ああ、それはあるだろうね。意図的にその、やっぱり朝方やっていきたいっていうのはあるから、俺の中で。ババアが洗濯物干してるとき、ババアが料理を作ってるとき、ババアが退屈なとき、いつもそばにいる和道でいたよね。ババアの隣に。いつもいやらしい目で見てます。ありがとうございます。どうも、オナペット和道です。ババアはいいよ。ババアはいいよ。ゴミカスなところが可愛い。ありがとう。だから氷川きよしみたいになればいいのか、俺。氷川きよし。氷川きよしはだってすごいでしょ。ずんどこ。あれはマーケティングすごかったもんね。だってさ、ぶっちゃけもともと氷川きよしってアイドルだったわけじゃん。で、全然売れなかったのよ。だけど、その演歌っていうジャンルに特化したら、スパンっていったかんね。まあ、あれはババアつうかおばあちゃんだけど。だからそのババアが好きな話題、ババア連呼しすぎだな、ちょっと。正直ババアの方が財力あるよ、あるよ。おはよう、ハニトラ。いや、今ババアトークだから。ご飯と家事と睡眠の間を縫って配信。いや、まあまあ、そう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 。でも俺は結構その主婦層を手に入れていきたいっていうか。ペコポコランドいらっしゃい。いや、ずんどこはテクニックでしょ。なんだろうな、どういうジャンルのトークが好きなんだろう。まあ、あと、ババア、下ネタ好きだからな。ふわっちの氷川きよし、ね。あと、俺の中でね、肉体改造をしたいね。やっぱ、その、ガクトが、ちょっとかっこいいって思ってて、ガクトの、その、精神性がイケメンっていう。やっぱ、体鍛えてたりとかするじゃん。ああいう感じになりたい。なんか、おっさんでムキムキになり始めたいっていうのがあるんだよね。ありがとうございます、小崎さん。ありがとう。専業主婦で趣味がない人を狙っていく。なんだろうね。だから、その、ババア受けする感じは。おう、島さんいらっしゃい。インランクソババア、財力は最強。炭水化物やめるかな。ちょっとなんか、体が締まるとやっぱイケメン化するじゃん。なんつうの、そこそこ作れるじゃん。だから、その、腕もムキムキにして、ババアにアピール。
ドレさんはやりすぎ。あれはね、女受け悪いの、あの体の作りは。ドレさんは正直、あれはちょっと引いてると思う、女の人が。あの、あ、なんつうんだろう、ちょっとわかるでしょ。女の人ってマッチョ嫌いなんだよ、実は。で、女の人って細マッチョが好きなんだよ。母性本能をくすぐる感じね。うん、母性本能をくすぐっていかないとね。それ大事だね。いやだからさ、ちょっとさ、テルチャンピンがさ、最近さ、なんかいい服着すぎ問題がない。もうさ、ジャケットとかもさ、あれ10万超えるようなジャケットとかさらっと着てんのよ。もうほんとジーパンとかもすげえいいやつ着てるぜ。もうびっくりするもん。俺がさ、最初テレチャンピンに会った時さ、ほんとさ、なんかモフモフのさ、ダッセーコート着てエスキモーみたいな格好してたの。真冬。フードかぶって、あの、寒いから服4枚ぐらい着込んで、エスキモーみたいな格好しながら、なんかスマホを持ってこうやって、ワド家止めて、つって、あ、いいよいいよ、つって、銭湯連れてってやるよってやってたのにさ、月収200万だよ。おい、ふざけんじゃねえよって思ったもん。え、嘘、チャンピンと何叩いてんの今。シックスパックっていうか、細身の、その、ボクサーみたいな体型が好きなんだよ、女の人って多分。当たってるっしょ。細マッチョが好きなんだよ、多分。エスキモン懐かしかったのにさ、そう。あ、そう、赤のガウンか。ふわふわでもう服着込んで。車もらったとかさ、花火バンバンもらってるとか、お前どこのアイラだよと思って。いや、あのね、なんか結構勉強してて、やっぱ新野町から、あ、プロ意識高いって言ってたよ。テルジャンピンが新野町の話聞いたらプロ意識高いって。配信ごとに服を変えてるの、新野町って。で、なんでかっていうと、新野町になんで服そんな着替えるのって、必要ないでしょって言ったら、違う、リスナーさんが楽しいからだよって。俺はマスコットでアイドルキャラだから、その女の子はいろんな服着てる新野っちょが見たい、いろんな髪型してる新野っちょが見たいっていう心理だから、俺はそれに応えてるだけなんだよ、つって、テルチャンピオンほーっつってメモしてたよ。え、昨日ちょっといろいろあったんだ。え、なんで揉めたの。サメちゃんリスワンの時キャスバー行かなかったのに、最近キャスバー行ってるから。あー、確かに行かないって言ってたもんね。チャンピオンは細いね。で、実際やっぱチャンピンの体はモテるでしょ。そのスポーツマン的な体。運動神経いいやつは基本的にモテるよね。それはもう鉄板でしょ。ドレさんはやりすぎ。ドレさんはこじらせてる、完全に。サメさんは家なしの光る荒野チャンピンを叩いてた。なるほど。俺ね、鮫島さんがアイテムもらわなすぎて、ちょっと、もっと評価され、俺ね、鮫島さんとちょっとタッグ組んで本気でやっていきたいと思ってんの。その、俺、その、なんだろう、鮫島さんに今、ちょっと先輩としてリスペクトしてるし、やっぱり可愛がられてるから、今。その、ジョーズの企画もしっかりやっていきたいと思ってるし、その、鮫島さんとちょっと交友深めて、ちょっと、鮫島イズムを、ちょっと勉強しようかなって俺は思ってる。ドレさん頭いいよ。頭いいけどバカっつうかね、女にだらしねえ、本当に。チャンピンの財力に物を言わせたサバゲー装備を期待してたのにな、サメちゃんどうするんだろう。いや、どうなんだろう。わかんないけど。家がないやつは大手になれない。それもよくわかんないけど。アイテムくれって言わないんだよね。なんか古いクラシックな人だから、ゆいがさんとかの考え方に近いんだと思う。やっぱりそのアイテムもらうのは小じきだっていう。ただ俺はそのやっぱレジェンドだから、ゆいがさんとか鮫島さんとかが稼いで格好つけてもらいたいっていうのあるのよ。その配信で稼ぐとこれだけ夢あるぜっていうのを見せてもらいたいから、俺は正直、鮫島さんは300万ぐらい取っててもらわないと、後輩としては、やっぱそれが似合うと思ってるから、俺がっつり稼いでもらいたい。ドレさんは体は男が理想する筋肉で、あ、そう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 、男の人はかっこいいと思うのよ、本当に。
あんな体になりたいと思うの。ただ女受けはしない、あの体は。うん、だからちょっとね、鮫島さんからちょっと勉強させてもらおうと思って、うん、あのコラボがあったら全然鮫島さんのちょっとやってこうと思ってるんで、うん、ちょっとお世話になります、鮫島さんに。上手の企画俺もすげえ楽しみしてるんで、よろしくお願いします。宣言しておきます。ちょっと修行します、鮫島にいいやん、カズマにいいやんのところで。キャリアが違うから、やっぱりそのもうノウハウが全然違うのよ。喋りとかも群抜いてるのよ、鮫島さんは。サメさんはアイテムもらうためというよりは、人がいるからふわっちやってるっていうイメージ。だからもう本当にミスター配信者の一人でしょ。配信が好きで好きでしょうがないっていう。サバゲいいよね、うん、サバゲの企画は絶対当たると思ってるから、チームジョーズは絶対盛り上げていこうと思ってる。サメちゃんはとにかくコメントしてくれって言いますね。そのためリスナー同士も仲いいですね。あそこは結束力すごいよね。俺も楽しみ。結構ね、実はね、サメジャーさんとはプライベートで話す仲なんだよ。あの、なんでもない時とか電話かかってくんの。配信中にも電話かかってくんじゃん。あ、おめえ何やってんだよ今よ、みたいな感じで。でも、結構かかってくるよ。お前、銃どうすんだとか。サバゲ今こうなってっから、こういう感じでやってこうよ、みたいな。だから、その、俺から電話かけづらい相手ではあるから、先輩だから。その、年齢的な先輩っていうよりも、配信として大御所だから、うん、プライベートで電話かかってくるのはすごい嬉しいね、うん、だからこの前もネックレスプレゼントしてもらってさ、のんちゃんと俺に、鮫島さん手作りの。だから上手きっかけになんかこう交友が深まればいいなと思ってるけど、あと俺はテルと仲いいからやっぱその割れてほしくないけどね。うん、まあでも個性が強いからさ、合う合わないがあるんだよやっぱり、うん、ぶつかるからね個性と個性が。やっぱ相乗効果がある関係が一番いいんだよね。その100と100、閲覧100と100があって、どっちかの放送を片方で回したら200の関係じゃダメなんだよね。400、500って、この2人がやるんなら俺見るわっていう、うん、鮫島くん、いやいらないっつって受け取らないんだよね。裏にあるんだけど、そこにも飾ってあるんだけど、うん、お姉じゃないよ、彼女いるよ、オカリナさんっていう彼女がいる。結束強いよ。だってもうキャリアがだって10年だよ。そんな俺の、だって俺が今5年目だから倍やってるんだよ。もう配信のことで言ったら、なんだろう、大先輩だよね。大先輩。嘘、そんな強いんだ。え、島さんさ、使ってないのあったらさ、譲ってくんない？マジで。ダメっすか？安く譲ってくんないっすか？マジで？今丸井の電動ガンとか投資しないといけないけど、俺が金なくて買えないんですよ。え、もし本当に使ってないとかいらないとかだったら、ちょっと安く譲ってもらえないですかね。そしたらチームジョーズで使い回せるんで、もしくは島さんも参加するとかどうすか。全国3位すげえな。彼女はいてもバイもいるし、どれさんもそう。彼女、うわ、ドレさんどうなんだろう、バイなのかな。ドレさん男の経験ありそうだけどな、なんか。ドレさんは、男の経験ありそう。そうだよ、オカリナさんが彼女だよ。うん、沖縄土産受け取らないんだよな。PV とかも作りたいんだよね。電動ガン今 P90 っていうの買おうと思ってんだけど、
なんか突っ込まれたことあるような言ってた。あると思うよ。レイプされたとかそういうこじらせ方でしょ。まあまあね、ケツの穴掘られたぐらいでね、いい経験だよ。おはよう TK 忍者。おはよう。すげえな、全国3位。おお、風船ありがとう。アイテムありがとう。強引だった。ジュールがオーパーしてる。ジュールってなんですか。え、マジで、え、マジで、本当に、本当っすか。え、使ってない。え、いくらぐらいで譲ってくれます。え、そしたらめっちゃ助かるんだけど。マジっすか。ドレさん、あのキャラだと男版タマちゃんになっちゃう。え、マジで、シマさん。え、マジだったら LINE ください。おーい、はずきちゃんおはよう。おはようございます。風船ありがとう、はずきちゃん。ありがとうございます。いや、そしたら、全然、もう、全然、その修理して直せるとかだったら全然ありがたいです。ジュールがオーバーがちょっとよくわかんないけど。サバゲー。ジュールってなんだろう。ジュール。ジュール規制ってなんだ。ジュール、あ、銃刀法違反になんだ。要はめちゃめちゃ改造してるんだ。銃刀法違反になるってことはそんなに出力高いんだ。あ、マキルバーガーありがとう。うん、なんでか見てしまう。あ、入り子年さんありがとう。楽しんでってよ。うん、ウェルカムだよ。ジュールオーバーしてるの使ったら捕まりますんで戻しますね。早速、ああ、ありがとうございます。全然その辺のこだわりとか全然ないんで、あの、銃刀法違反で捕まるのだけは、あの、シャレになんないんで。あの、アンチが飯うますぎるんで。昔は OK だったのかな、うん、使わないの、もしよかったら譲ってください。なるほど。髪切ろうかな。結局まだ切ってないんだよな。髪の毛切りて。なんだかんだ結構一番伸びてない配信やってて。こんなに、だってもう後ろとか言われるもん。多分。ほら。ね、いや、美味しくねえよ、逮捕ネタは。いや、そういうのはね、若手の時だけでいいんだって。もうね、息長くやっていきたいから。デイサービス送り出し、あー、行ってらっしゃい。美味しくねえよ、警察沙汰は。やっぱそこは守んないと。あー、舞ちゃんいつもありがとう。おはよう。おはよう、アイテムありがとう。おはよう、数合わせしてくれたの、ありがとう、気使ってくれて。おはよう。ロン毛にしたこと一回もないから、逆にロン毛トライしてみようかなと思ってんだよね。逆に。あー、バーガーもありがとうね。ありがとう、舞ちゃん、いつも。一度プレイして自分が実感した必要性をもとに装備を整えるのが一番だと思う。まあまあまあ、でもほら、金との相談じゃん。で、金がないときはやっぱりもう道具じゃなくてもフィジカルとかさ、そういうのでカバーしていったりとか。そういうのが楽しいと思うのね。でもまあ全国3位になった人の装備だから間違いないでしょ。実用性は絶対間違いないでしょ。あとはプレイスタイルを極めるかどうかだよね。ババアたちが好きな髪型にするとか、やっぱ黒髪の短髪だろうね。そう考えると、ババアが好きなのは黒髪の短髪でしょ。ヒゲもだいぶ伸びたよな。自分で買うなら、まあまあまあ、そうだよね。
おい、ハゲだるま先輩はどつ？いらっしゃい、おはよう。どうなんだろう。でもまあ本当に体は鍛えよう、マジで。もう30過ぎてるし、あのいい体になるのには別にね、お金かからずできることだし。 M4G3 な直さなくていけます。いや、なんかあれっすよ、本当使わないのでいいっすよ。そんな大切にしてるのとかあれなんで、あの使わなくてもうこれ絶対使わないし、その眠ってるからいいわみたいなやつがいいっすね。 M4G3 直さなくすぐ L96 L96、 俺全然わかんねえかな。 L96 なんか M4 はあの確かあれじゃなかったっけ。うわ超かっこいいじゃん。L96 めっちゃかっこいい。スナイパーこれ、え、何これ、スナイパーじゃん、超かっこいい。 L96M4 は確かそのあのワド買えって言われた。 M4 はこれ、 M4 は鮫島さんがワドに持ってほしいって言ってたやつだ。え、違くない？ M4 鮫島さんが買ったやつじゃないの。うん、めちゃめちゃかっこいい。 G3 もう本当に使わないのはあの いただけたりとか安く売ってもらえると嬉しいですね。 L96 めちゃめちゃかっこいい。 L90 もうやってないですか、サバゲー。 L96SR M4 は鮫島さん買ってた、じゃあかぶっちゃうね。 SR、 超かっこいい。スナイパーライフルこれ。そう、のんちゃんの分も揃えないといけないから、のんちゃんがスナイパーやりたいっつってたんだよね。だからこれスナイパーライフルでしょ、多分 L96SR って。のんちゃんにスナイパーやってもらおうかな。 M4 はそうだね、鮫島さんが使ってたやつだね。うん、ガスガン、エアガン、実銃専門で。へえ、そう、鮫島さんが M4 確か。M4 でも何種類かあるんだ。この BGM いいよね、喋りやすい、すごいまったり喋れるし、落ち着いて喋れるから自分の放送に向いてますね。無音より全然ありだよ。中毒性あるよね、ループ系の音楽で。え、マジで、え、マジっすか。え、超嬉しいんすけど、マジっすか。え、マジで島さん、本当っすか。え、超嬉しいんだけど。山頂もしあれだったらもうメンバーにお金の負担減るんで、のんちゃんの分とかも買わなくていいし、俺もしばらく安く使えるんで、すげえありがたいっすね。なんだろうね、大仏ライフルなのかな。これが配信者やっててすげえありがたいことだよね。結構パソコンとかもいただいたもんね。新しいの買うから、いらねえからやるよっつって。結構昔から支えられてるんだ。ありがたいです。島さん、もしよかったらよろしくお願いします。住所とかどうすればいいんだろう。住所もしあれだったら LINE か、もしくは僕のホームページに住所載ってるんですけど、あれか、あ、 DM よろしくお願いします。ありがてえ、マジありがてえ。改造まで本格的にやってる人なんだね。
今日何やろうかな。暇っちゃ暇なんだよな。何やる今日。今日はどんな日にする。ゲー楽しみだな。おい、マキさんはどつ？いらっしゃい、楽しんでて。テルチャンピオンは美容室配信してた。あー、許可取ればまあ大丈夫なんだろうけど、なんかもう店の通報とかがえげつないから俺の場合。ゆうたんさんさ、あのテルとかアンチが少ないからいいけど、もう俺パチンコ屋さんで店長の許可取ってて、店長もその追い返してくれてたの。いや、うちは全然 OK なんでって言って、パチンコ全然 OK なんで気にしないでください、ただすごいっすね和道さんって、もうずっと何回も言ってんのにずっとかかってくるんですよって。にゃこおはよう、いつもありがとう、ハートありがとうね、おはよう。で、その店長 OK もらってたと。で、次の日に店員さんが来て、いや、申し訳ないっすと。どうしたんですかって、店 OK ですよねっつったら、いや、当店は全然 OK なんですよ。あの、店長の方向性でも店の方向性でも OK なんですけど、遊戯連っていうのご存知ですかみたいな。遊戯連だから遊なんとか連みたいな。いや、わかんないっすって言ったら、要は、全国のパチンコを仕切ってる協会があるんですと。そこから通報入ったんですよ。え、もしかしてうちのアンチがその遊南とか連に電話して、でその遊南とか連から店に連絡来たんですかって言ったら、そうですってごめんなさいって言ってすげえなと思って、さすがにそれ店員さんと笑ったよね。バカっすねっつって、いやもうほんとバカっすねって言って、なのでちょっと NG でっつって、あ、わかりましたっつって。だから日本美容室協会とかにクレーム入る可能性あるから。テルジャンビンのカラオケ楽しかったですか？楽しかったよ。ただね、それでね、俺がなんかバカだからね、大声で歌ったから右耳ぶっ壊れちゃって痛ってんだ今。中耳炎みたいになってる。すげえ楽しかった。テルは親友だからね、ほんと。テルと一緒にいるときね、あの、つまんないことあんまりないかな。テルといるときは大体楽しいよ。だからね、あんまりね、その外で配信しようというのだんだんなくなってきたね。なんか変なしがらみがあるより部屋でまったりやってた方がさ、面白いからさ。それがね、奥が深くて、この配信って。あの、何配信をやったらアイテムが増えるとかってあんまないんすよ。法則性が。それよりも大事なのが、楽しい配信をやった時はやっぱアイテム上がるんですよね。で、俺が今研究してるのは、アイテムが上がったから楽しいのか、俺が楽しい放送をやったからアイテムが上がるのかっていう、どっちなのかっていうのは自分の研究課題で、今その、帳簿をつけてんのよ。日報に書いてるんだけど、まだ掴んでない。でもとにかく俺が楽しんでる時はアイテム上がるっていう法則性は掴んだから、とにかくその花火をねだるとかじゃなくて配信を楽しむっていうのにすごい原点回帰みたいなのにこだわってるかな。だから何をやるとかじゃなくて、その放送自体を楽しめてるかどうかっていうのがすごい鍵になってるんだと思う。
それは感じる、すごく。だからこの世界奥深いよ。手応えある配信やってもアイテム上がるわけじゃないし、なんで今日上がるのっていう日に上がったりもするから、その分かんないよね。まあとにかく楽しんでいこうと思ってるかな。もう極端な話、配信でねダメになるんだったら配信に骨を埋める気でいるから、俺は一生続けてね、一生自分の手に入れたいもんを追っかけようと思ってるから。おはよういっちゃん、元気出てきたね最近。いっちゃんが元気だと嬉しいよ。俺ものんちゃんもいっちゃんのこと好きだからね。だからまあ配信でどこまでいけるのかとか、その自分が手に入れたいものを手に入れるまでできるのか、一生かけて、そこは自分でワクワクするところかな。配信ドリームをつかめるか。でもね、芸人さんでもさ、ほら長くやってて有吉さんみたいにさ急に花咲く人とかもいるから、一回ダメになってそこは諦めないでやってこうと思ってるけど、とにかく配信が大好きだっていう気持ちには嘘はないから。配信以外やることなんかないんだから。まあ幸せだよな、一瞬でも配信で食えてるっていう時間が作れてるっていうのは。できればのんちゃんもいっちゃんの話とかよくするよ。うん、二人でプライベートでいっちゃんの話とかするよ。うん、私はカラオケの時に和道さんにラップをリクエストしてラップ歌っていただき幸せでした。大笑いさせていただきました。あの R 指定好きなんですよ僕。合法的飛び方のすすめ好きなんだよね。ラップあとエミネムとかしか聞いたことないかな。ラップってあんま聞かないっすね。世代的にはラップすげえ流行ったんだけどね、あのキングギドラとか。R 指令っていうのが意外だったでしょあれかっこいいんだよな、あの曲。てててんててれてれてれてんてんてってんてってん、あの曲かっこいい。どうしたの皆さん、ファーストデートみたいに緊張するマスカレード、ポーカーフェスの裏側でも。リズム感あるし、なんだろうね、すごい独特な世界観だよね。のんちゃん知ってるよ、いっちゃんのこと。だのんちゃんはもうリスナー歴長いもん。リスナー歴9年とかだから、2チャンネラーだったから、もともとオタクだよ、オタク。耳を出したいんだよね。いやーマジで髪の毛どうしようかな。自分で今から切ろうかな。でも最近は放送見なくなったけどね、のんちゃんも。ヘビーリスナーだよ、ヘビーリスナー。色はね、赤でいこうと思ってるね。色は赤。こだわりなんで。自分で切る？今から切る？自分で。俺、切るの下手じゃないよ。ただね、後ろが切れないんだよ。横と前はなんとか整えることはできるんだけど、正直下手ではないのよ。ただね、後ろがどうしても感覚できることになるから、やっぱね、美容師さんにお願いした方がいいんだよね。ここをバッサリ切りたいのね。ここの部分切って、やっぱ後ろは難しいんだよな。初見さんいらっしゃい。
楽しんでってね。ワドです、よろしく。のんちゃんの髪綺麗に切れてたでしょ。のんちゃんの髪の毛結構、あの美容師さん弟だけど、ワドさんうまいって言ってたよとかコメントに書いてあったね。のんちゃんの髪の毛だいぶ前に切ってあげた。おお、さちさんありがとう、風船ありがとね、楽しんでってください。 LINE しました、 OK。 はいはい、骸骨いるよ俺の部屋。スケルトンのスケさんです。スケルトンのスケさん、よいしょ。なんかリスナーさんから来たな。え、これくっきり映ってる。え、これ電話で話せないのかな。ちょっと待ってね、これはなんだ。今リスナーさんから情報が来たんだけど、ちょっと待ってね。火災現場の画像、え、どれだろう。え、通話できないのかなこの方。え、どこに映ってんのか全然わかんないな。え、通話できないかな。そう、検証って言われてもわかんねえな。どれがどこに映ってんのかわかんねえから。ん？どこに映ってんだ。え、どこ？どの写真？え、どういうこと？ん？あ、電話できる？電話します。もしもし。もしもし、ワドです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、これどれをキャプチャーすればいいの。今 URL 送ってもらったの見てるんだけど。はい。え、なに、このあ、下に送りました。下に送った、ちょっと待って、ちょっと今、え、ちょっと待って、え、下に送ったって何、下って何、これ、あ、この写真を保存すればいい。とにかく、いや、LINE に家族たって URL の下に、うん、これをキャプチャーすれば、キャプチャーっていうかみんなに見せればいいのかな。え、何の、え、何、 LINE の、うん、その下ですね、今さっきの URL、うん、見た、これをみんなに見せればいいの？この画像ですね。うん、ちょっとこれみんなにじゃあ見せるね。はい。え、この写真、え、これ事件名とか言っていいのかな？あ、もうだいぶだったんで。ね、これは、火災現場の福岡県北九州市の、何、火事の画像なの？はい。うんうんうん。え、何、これが心霊写真なの？がっつり写ってますね。え、どこに？え、教えて、どこどこ。今放送でキャプチャーしてるんだけど。はい。え、霊感あるの？お、すぐわかりました、私も。え、どこどこ今送って、配信者さんから送られてきて、うん、で、怖いからちょっと見てって言われて、うん、でも一発でわかったんですけど。え、一発でわかったの。え、リスナーさんでわかる人いる？はい。え、これ、要は火事の画像だよね、普通に。うわぁ！うわ、めっちゃ怖いじゃん！え、やだ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 、めっちゃ怖いじゃん！え、やだ、もうゾッとしたんだけど。え、やだ、これ、いや、アウトでしょ、これ。そうですよね。え、これダメでしょ。え、拡大する？うわ、めっちゃ嫌じゃん。え、これ気持ち悪い。え、なんかキャスかなんかでも。気持ち悪い、何これ。え、なんでこんなことになってんの？え、これアップにした方がいい？え、これ気持ち悪い。鳥肌やば。え、これ拡大していい？あ、俺気づいちゃったよ。大丈夫だったら大丈夫です。え、拡大する？リスナーさん大丈夫？めちゃめちゃ気持ち悪いよ、これ。いくよ、じゃあ。うわ、最悪。何これ気持ち悪。何これ。え、どうしてこうなったの？え、どういうことこれ、何これ。いや、
何これ。なんか、おう。どういう私こもと？仲良しの配信者さんから、おう。なんか DM が来て、おう。で、何これ。ちょっと、どういうこなんと？だ、取れちゃったんだけど、みたいなこと言われたんで、自分で取ったやつだと思ったんですよ。おお。って言われて、で、別にそんな、なんか霊感とか、なんかそんな話もしたこともなかったのに、おなんか、見れるって言われて、お。そうですね。うん。ええ。男の子の腕のあたりにもいる？何それ？どこ？あ、これ有名なの？これ。わかんないです。キャスの方ではなんか上がったらしいんですよね。なんですけど、全然、で、ツイッターに普通に、近所の方が、現場ですっていうので、そのまとめのを貼ったんですけど、つぶやいてた、ツイッターのまとめを。これだけどさ、その心霊写真として有名なんじゃなくてさ、その確事件を取り上げてるまとめだよね、これ。かに。で、そうですね。で、偶なんで然。こんなくっきりわかるのに、誰も気づかないんだろうなと思って。ねえ、何これ。やだね。しましまの人と子供の間にも心霊が映ってる。どこ？女の人の、いや、これ溝じゃないですかね。男性か。どこどこ？女の人と腕？の腕？右腕と多分男の子のおう。左腕の間。下、下。間が、なんかこう、ちょっと映ってるような映ってるって言ってんの？リスナーさん。ちょっと拡大するわ。気がするんですけど、なんか段差じゃないですかね。多分、消防車かなんか。何？ここ？道どとこ？今結構アップにしてんだけど。気持ち悪いね、なんか。これ目合わせない方がいいみたいです。いや、目合わせたくない。気持ち悪いもん。何これ。どこだろう。その男の子の腕とっていうのがよくわかんないわ。どこ。何のんちゃん、何。肘。肘。島の女の人の肘。ここ？なんでわかんの？俺何も見えないんだけど。ちょっと待って、今。横。すいません。ちょっと待ってね、ごめんね。はい。ちょっと今、リスナーさんにわかりやすくするわ。丸。これでいいか。どこ？ここ？なんちゃ、ここ？で、心霊写真って言ってるのはこれでしょ？要は。これのことでしょ？いや、女の人の頭ですよね。これだよね。それはリスナーさんが言ってるやつで、私はそっちですね。頭の、これだよね。これが、まあこれがっつりだよね。で、リスナーさんが言ってるのと、のんちゃんが言ってるのがよくわかんないんだけど、どこ？ここ？ここに何かいる？のんちゃんここだって言うんだよね。何がいる？これか！これ？どこ？ここ？ここに何がいんの？髪の毛はボサボサになった。どこどこどこ？どうやって見んの？髪の毛がボサ。いや、目合わせない方がっていうか、多分合っちゃうと思うんで。でも二次配布なんで大丈夫です。どういうことこれ？わかんないんだけど、のんちゃん。どこ？どれ？顔のなんか髪の毛？中央？ここ？ここ？なんか何にもなくざない？見えないんだけど、髪の毛がボサボサ？そう。なんか、のんちゃんは見えてるらしいの。のんちゃんはこういうのわかるって言うんだけど、ここにいるんだって。顔どこ？どこがどう顔なのかがわかんないんだけど。わかんねえな。どこが目とかわかる？のんちゃ目とかそういうんじゃないけど、ん。なんか髪の毛はボサボサな、顔、頭みたいな。どこ？髪の毛ボサボサ？
全然わかんねえわ。どこが？まあ、なんかいるんだろうね。なんかここにもいない？ここにもなんかいない？これ。道路のとのその男の子の右腕の肘のラインでこう道路の段差あるよね。こうこう、なん通かってケーブルただよらね。なんかありそうなんですけどね。これケーブルじゃないの？消防車の後ろのなんかかなと思ったんですけど、私はそれは何も。線路？線路じゃなくてケーブルじゃないの？そのホース？撮影現場は北九州市の小倉北区です。中井町です。の火事の現場だ。いや、怖いね。あ、ありがとう、教えてくれて。すいません。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼失礼ししまます。す。はい。え、のんちゃんわかるの？え、俺全然わかんなかった、今の。わかった人いる？のんちゃんはすぐわかったっつってたよ。もう放送4時間経ちますね。みんなありがとう。たくさん見てくれてありがとう。たくさんアイテムありがとう。4時間枠終わりになります。ありがとうね。いやー、全然わかんないわ。何が何だか全然わかんない。俺には。のんちゃんはこういうの見つけるのすぐ早くて、だからもともとリスナーさんだった頃は、和道さんまた映ってたよって教えてくれるリスナーさんだったの。ここに顔が映ってたよって。あの顔嫌だったね。めちゃめちゃ怖いね。なんだろう。なんかあるのかな、そういうの。怖いよね。シマウマの霊ではないでしょ。目合わせた後に目合わせたらよくないって。耳ではないでしょ。何だったんだろう。わからない方がいいことってあるよね、世の中には。そうそう、いいこと言った。わからない方がいい情報っていっぱいあるんだよ。みんなお疲れね。もしよかったらフォローしてね。いっちゃん、心霊配信に霊なんていないよって。野暮だよ、いっちゃん。野暮だよ。マキルー、ありがとう、花火。マキルさん、ありがとうございます。みんな、マキル接待して。接待コメントして、マキルに。いや、だから、野暮だろ、っつってんの。結婚番組とかさ、ブライダル番組でさ、お前ら離婚すんだよって言ってんのと一緒ぐらい野暮だよ。そういう野暮なことは言わないの。ネットの悪いところだよ。そこは全力で乗っかれっつうの。西村智美さん、霊感ありそうだよね。マキル、ありがとね。じゃあ、皆さん、ちょっと一回休憩入れようかな、俺は。ありがとうございました。4時間楽しかったです。たくさんの凸をかけてくれた、愛すべきババアの皆さんもありがとうございました。ババアをこれから囲っていこうと思うので、ババアの皆さん、よろしくお願いします。それではお疲れ様です。ありがとうございました。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。